皆様こんにちは。はい、こんにちは。いよいよ始まりましたね。始まりました。ライブハウスで映画トーク。ゴールデンウィークは映画を見よう。川崎実監督、手塚誠監督、バンドマン映画会、おしゃ開催いたします。どうもよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。オープニングは元気でというね、元気です。映画だったので元気でいきましょう、はい、元気でいきましょう。こんな時期ですからね。はい、私申し遅れました。私、映画評論家のぬかがはじめと申します。どうぞよろしくお願いいたします。はい、でですね、私は、下北沢クラブ級の高橋浩二と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はこの2名で進行させていただきます。よろしくお願いします。はい、ところで皆さん、ゴールデンウィークってなんでゴールデンウィークっていうか知ってますか？知ってご存知の方、あ、いらっしゃらないですね。実はですね、ゴールデンウィークというのはですね、1951年、これ年数はすいません、今さっきスマホで調べました。1951年ですね、うん、当時の大映、はい、大きな映画ですね、うん、映画は正月とですね、盆だけで盛り上がっていたんですけれども、うん、その間にもう少しですね、映画が盛り上がる期間がないかということでですね、はい、作ったのがこのゴールデンウィークとですね。なるほど。もともと連休はあったんですけども、それに名付けたのは実は映画会社なんですね。なるほど。なのでゴールデンウィークは出かけずに映画を見るのが正しい過ごし方なんですよ。なるほどね。なのでこうやって皆さんも映画トークに来られている、今ゴールデンウィーク中ということにしましょう。そうですね、明けではないですね。明けではないです。明けではないです。こうやって映画について語って映画を見るっていうことが正しい過ごし方ですね、はい、皆さんの過ごし方は正しいと思います。もう今日一番の仕事を終えましたね、今日ね。そうですね、もう今日、はい、もうすでにもう帰ってもいいぐらいの仕事を終えましたね。ありがとうございました。お前は誰だ、そろそろゲスト呼べって。あ、その通りだと思います。 そうですね、それでは小林さんお願いします。はい、ではですね、まずバンドマン映画界をね、うん、3名紹介してみましょう。はい、ね、すごいいいですね、今日の、はい、今日にぴったりの3名紹介します。まず平野尾形さん。はい、よろしくお願いします。日本で最もハイテンションのロックバンド、平野尾形海輝です。よろしくお願いします。カメラどこですか？カメラそこです。よろしくお願いします。強烈ですね。こんな顔です。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。そしてクレイジーウエストマウンテン鶴岡さん。イエーイ。非常に出にくい2番目だったね。よろしくお願いします。普通でしたね。これを超えるのはなかなか難しいですね。いや、それ無理くりすぎです。はい、じゃあ行きます。では3番目、爆裂写真家高畑さん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、以上バンドマン、バンドマン映画会ですね。はい、ちょっとあれじゃないの、ぬかがさん、ちょっと緊張してるんじゃない、ちょっと緊張します、さすがに。これからね、お呼びするちょっとお二人は、そうですね、それでは、バカ映画の巨匠、川崎実監督です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、そして、ビジュアリスト、手塚誠監督です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。もうすごいメンツが揃ってしまいましたね。本日は、この7名で、はい、お送りいたします、はい、どうぞよろしくお願いいたします、ね、お願いします。もう緊張してんじゃない、ちょっと大丈夫じゃない。緊張しますさすがに。まあ、それはそうですね。そうですよね。監督お二人、よろしどうぞよろしくお願いいたします。はい、まずちょっと一言いただいてもよろしいでしょうか、ちょっと今日ね。あ、じゃあ川崎監督、いや、この緊急事態のね、はい、大変時に来てるバカ者の人たちがもう恐ろしいですよね。いや、バカ者じゃいけない。本当ありがとうございます、ね、ありがたいって。はい、ということでね、手塚くんと言っちゃうんだけどね、はい、年下なんでね、はい、40年、ね、40年来の付き合いの、付き合ったからたまに会う友達と言いますかね、うん、初めにを作ってる時からのね、そう、学生の頃から知り合いで、一緒にね、映画やったり、やったりとか、川崎さんに出てもらったり、僕が出たりとかね、そういう、こうやって一緒にトークで並ばれることとかってあるんですか？結構あったですよね。特撮大会ってあったでしょ、昔。特撮大会っていうのやったんですよ、はいはいはい、それでそういうね、ウルトラマンとかそういうゴジラとかを、特撮系のものを揃えた、うん、そのイベントがあって、その片隅で学生でそういうのを作ってる人たちのコーナーみたいなのあったんですよ、ね、そうそう、その時出ましたね。そう、それお互いそういうの作ってたから、そこで上映されて会ったのが最初だったんですけど、うん、その時仕切ってたのがね、一瀬隆茂っていうね、そうそう、そう、もうそうそうたるメンツがそこに揃ってたわけですね。プロデューサーになって、帝都物語とかね、そういうような
映画を作って、でハリウッドに進出して、なんだっけリングじゃないや、ジュオンとか、ジュオンとか、そう、そういうのを作ったような大プロデューサーになって、で今はちょっと行方不明になりました。そういう人とかね、行方不明の人多くてね、多いんですよ、行方不明多いですか。でもその時あとなんだっけ、小中和也監督とかね、今度はなんか新作またやるみたいですけどね、そういうあの特撮系の監督さんがたくさんいたんですよ、はい、でそこのまあ言ってみれば仲間っていうような感じ。俺が実は、ね、一番古いんですよ。あの庵野秀明監督は35年で、36年でしょ、俺33年なんだよ。それ年だからなんだろうね。だからね、この人は手塚治虫の息子だから、つい手塚君って言いたいんだけど、手塚さんって言ったりなんかしてもう、K に弱いからさ。一応さん付けしちゃうって、神様の息子だからさ。まあね、だからそういう関係で今日あの私も呼ばれてここにいるという。そうですね。いや、そうなんですよね。え、今日、はい、あのまあ、僕あのお二人の実は大ファンでしてですね、いやまさかこうお二人がこうやってあの壇上にであのトークしていただけるというのは非常に本当に光栄でございます。どうも本日はありがとうございます。はい、よろしくお願いします。しかも今日は YouTube 生配信ですので、どんどん危ない話していただいても もう流してしまうってね。そうですね。はい、危険を顧みず。そうですね。はい、行きたいと思います。はい、行きたいと思います。はい。それでは、よろしいでしょうか。はい、いいですよ。それでは、まずはですね、川崎実監督についてですね、あの、はい、ちょっとお話をお伺いできればなと思います。まずはですね、作品についてですね、皆さんで見ていただいて、効果だと思いますので、少々お待ちください。はい、まずね、この川崎さんのこの格好ね、このアロハもういつも定番ですけどね、これ自分でデザインされたアロハ。いや、これね、生地が売ってるんですよ。あ、売ってる生地。この生地ね、なんかあの宇宙人、いや、エリア51で宇宙人の解剖図のね、はい、イラストが描いてる。そんな生地売ってるのいですね。これ生地を見つけてそこから作られたんですか。そう、これ一点物なんでね。すごい。ちょっと柄的にはなんかシンパシー感じますけど。確かに。個人的には。岡田君も衣装は自分で自前なんで、自分の意思は自分で作るってことですね。自分で作ってるんですか。僕は作ってないですけど、ね、オーダーメイドして、はい、僕もでも T シャツは自分の描いた絵しか着ないっていうポリシーがあって、そういえばこれは自分で描いたやつ。それは何の、これあの生首が野球してるところなんですけど。返答に困るです。今日はそういう回だと思って。いいです。そういうシュールなノリだと思って。はい、生首野球いいね。皆様 DIY で、あの服装を作られているということで。どんどん自分たちでデザインして、ね、自分で衣装も作っていくっていう。ヤングの意見はいいですよね。はい、ヤングの意見って言いましたけど、先ほどあの川崎監督、あの僕23歳って聞かれて言われてましたね。23歳じゃないですよっていう。いや、もうちょっと嬉しかったですけど、老眼なんでね、もう見えないですよ。みんな若く見えてなかった。見えてなかった。はい、それではよろしいでしょうか。はい、いいですよ、はい、いいですよ、はい、続いては川崎監督の作品集をここでちょっと見てみましょう。はいはい、イカレスラーね。はい、これ監督にね、こうコメントをいただきつつ見ていくといいかもしれないですね。私の映画ってね、名前だけは知ってるんだけどね、ほとんどの人見てないんですよ。いつかピエール滝になった時もね、番組ゲスト出たの、ピエール滝の番組に、いや監督の映画全部知ってますけど、一本も見てないです。全部知ってるのに。名前だけはね、割とね、映画って名前、タイトルだと思うんですよね。確かに、まあ、もうイカレスラーって言われたら気になってしょうがないですもんね、やっぱり。いや、そうです。まあ、この後出てくる、まあ、これ当たったんですけどね、2004年だけどね。まあ、これは見ました、僕。あ、そう、あの上京当時。ありがとう、はい、はい、イカレスラーはどう思ったんですか。シャコボクサー。いや、まあ、初めての体験だよね、うん、こんな映像を見るのはね。まさに。これ何年でしたっけ。2004年、うん、これはね、エビボクサーって映画が当たったんですよ。そうですね、エビボクサー、そうですね、うん、イギリス映画でね、でそっか、そこから来てるってこと、ね、イギリスがエビとボクサーだったら日本はイカでレスラーだろうっていう。そういう元ネタがあったんですね。そういう、そしてカニゴールキーパーとかもある。あ、コアラ課長ね、これもうどんどん来ますね、これで。イカが当たったんでね、殺害されました。じゃあ、なんか動物もね、なんですか、なんかないですかっつって、僕はよく返したこれが通ってたっていう。これ普段こういうことばっかり考えてるってことですかね、やっぱりこの、もちろんタイトルありきってことですかね。そうそう、まず最初に、だいたい手塚氏もそうだけど、まあ、手塚氏はしない、違うのか。とにかくお金出す人はなんかもう分かんないですよね、素人だから。このね、映画の企画が、
あお金出す人、ね、これをプロあのプレゼンするわけですよね。そう、次は誰が出てこういう映画ですって一口で言えないといけないんですよ、はい、説明するときに。これはコーラが歌唱で殺人鬼ですって言ってそうです。強烈な3ワード出ましたね。サイド秀樹も出ますよっていう。ショコタンも。あこの野村弘文さんが家族映画のさ、ね、有名な人じゃない、うんね、そういう人にコーラと共演させてるという。でもこのずっとコアラの顔が映んないのがいいですよね、この予告映画。ずっと振り向かない。やっぱ大事なものは最後にしたいと。基本着ぐるみだからさ。でも手塚氏はやっぱ着ぐるみはあんまりやんないですよね。昔ちょっとだけね、あの妖怪天国とかそういう、ね、妖怪天国っていう ね草刈間さんが。そうそうね。あ、次来ましたね、カニゴールキーパー、全部ゴロがいいんですよ。次は甲殻類、カニに。これでもあの川崎さん、あの俳優口説くときってあのもうストレートにこういう映画ですって言って、みんなちゃんと出てくれるわけですね。あなたも出るじゃないですか、あれの人。いや僕はまたほら別で友情出演みたいな。でも俳優の人はこうそういう映画だと分かってこれ出てくれるわけ。そうそうそう、これ小沢仁志さんが出てるんだけどね。小沢仁志、小沢仁志がね、あのヤクザなんだけど、カニをね、カニをその自分の組に入れるんだけど、泡ばっか吹いてね、使い物にならないんですよね。で、ソープランドに売るっていうね。そういうあのシーンが素晴らしい設定ですね。あ、この小沢仁志ね、うん、これすごいいい人なんですよね。でも、まあ、俺の映画出てる人はみんないい人ですよ。藤岡弘も竹中直人も、ね、やっぱみんな、ね、あの楽しそうに演技してますよね。うん、そうね、豪華ですね、本当ね。ね、楽しくないとこんなことやってらんねえんですよ。確かに。名言ですね。来ましたね、今日の名言いただきましたね。これ今までいなかったんですか、聞いてた話と違うみたいな、そういう役者さんとか。あ、全然もうあ、いるっていう。意外とやってくれるもんですよ。あ、そうね。え、あ、これはプロレスもんね、永井豪が原作で、あ、原作ってキャラクターデザインで、しょこたんの映画デビュー作なんですよね。あと斎藤工の、この時全然売れてないんだけどさ、かっこいい、うん、これは永井豪先生の、ね、デザインなんで、ラマリポッサ、うん、はあ、でもこれでもやっぱ企画会議とか楽しそうですよね。やっぱ最初にタイトル出して確かにみんな映画できるまでっていうホワイトボードすごいことだ。確かに確かに。それかもうこれしかないっていうんで売り込むわけですよ。もう分かんないならいいっすよっていう、そういう勢いなんで。猫ラーメン大賞ね。やっぱ語呂がいいですよね。これ漫画原作なんですよ。でこれ黒沢俊夫が出てるんですよ。これ声がね、巨人の星の星一徹の加藤清三さんとね、わかりますよ、星シューマの古谷徹さんが声やってるんですよ。これ親子共演なんですよね。親子共演、星家の、なんかこの映画の設定とはこうかけ離れた、こうしっかりとしたキャスティングとかそういう感じで、だからなんかバカ映画とかビッグ映画っていう感じよりもなんかしっかりその名前とは違うなんか永久感がありますよね。なんか何言ってんの、そんなものあるわけないです。永久ってのはほらもうね、面白さで言うと面白さが永久ってことですね。永久ってのは東宝とかね、松竹の映画なんで。いいですね、あ、親子ですね、これ。こんな映画ばっか作ってるんですよね。あ、いいですね。これでもやっぱり作っていくモチベーションっていうのはやっぱり自分がまず一番面白いと思うかどうかってことですよね。そりゃそうですよ、ね、うん、あの僕の師匠だった実相寺昭雄監督っていうね、はい、ウルトラマンの監督が、亡くなったんだけど、まあ、監督も言ってましたよ、実相寺監督が。これがやばいですよね、ズラデカ。ズラデカやばいですね、これも結構ヒットしましたよね。あ、これ、手塚氏見に来てくれたじゃないですか、ね、そうそうそう。これ渋谷の映画館でやったっていうね。パルコで。あ、パルコでやったんですか。なんで見に来たんですか、これ。いやいや、単純にあの見に行こうと。なんで見に行ったんですか。監督の質問じゃないですよね、それ。なんかパルコのエレベーター乗ったらさ、あ、手塚監督が言って、あれって。あ、これあの子が出てるからでしょ、あのね、あの事務所にいる女優のほら。誰でしたっけ、あの、あ、江口ひろみ。ああ、ね、そう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 、ね、うんうん、もうこのズラってのが今もう NG ワードなんで、
あ、今ってダメですかこれ。もうズラとかけてテレビで言っちゃいけないんで。あ、そうなんですか。もうこれタイトルからですもんね、まずね。もうダメなんですね。デブとチビも出てるからさ。だからこれあえて使いましたね今。完璧ですもん。ズラを投げるっていうね。この笑顔だからあのね、スポンサー説明するときに。ズラの人が多いから困る、次の曲はズラデカですけどみたいなね。ああ、いいですね、これもう全部ね、これも黙って全部見ちゃいそうになりますね。どうかしますね。これもタイトル素晴らしいこれ。これもね、これが俺の映画で一番たった映画なんですね。そうですよね、これヒットしましたよね。これあって小松左京とね、津安高、まあそうです、津安の大先生のもんなんで。うん、さもありなんていう。これでも日本沈没とさ、の後にやったんですよこれ。あれ同時期じゃなかったですか、うん、後だっけ。同時にやるとしたら怒られたんですよね。怒られるんですか。怒られるんです。後だったらいいと TBS に怒られた、うん、草薙くんが主演のやつですよね、はい、あ、いいね。もうかなり豪華キャスターですよ。これ僕映画館見に行きましたもん。僕も見ました、ありがとうございます。僕 DVD 持ってます。国会議事はバカされる。いやこれめちゃくちゃ気持ちいいですよね。そうですよね。これオリジナルの日本沈没より評判良かった気がする。なんでかっていうとね、映画は2ヶ月遅れで上映したんですよ。DVD はね、あのこっちの早く出せるから。あ、だから伝えに、うん、日本映画全部沈没が先に並んでるんですよ。なるほど。みんな勘違いして借りてくるんですよ。店員が日本沈没ないけどよろしいですかっていう。大ヒット戦略です。店員が確認しないといけない。これも2008年でね、アギラーラですね。親子サミットがあって、ね、小泉進一郎がねとか出てくる。これね、ビートたけしさんが、たけしさんが、たけしさんがね、たけまじんっていう、たけまじんですよね。この映画、俺の映画一番金かかったんですけど、こけましたね。こけたんですか。こけました。夏京介さんとか出ててね。うん、結構でも怪獣好きとかしてはもうなんか夢のような設定ですよね、これ。実相寺さんがちゃんと関わってっていう、なんかずっとなんか怪獣好きでよかったなって思う瞬間ですよね、これ本当に。だからもうね、やっぱ死ぬほど好きなんでね。だからやっぱ伝わるってことですよね、本当に。まあみんな騙されてるんですけどね。あ、加藤夏樹ね、懐かしいね。ハヤタね、ウルトラマンのリリー・フランキーも出しちゃってるっていう。この映画タイトルはね、最初ね、あの東京タワーってあったじゃないですか。東京タワー、時々僕とオカンとみたいな、はいはい、東京タワーっていうタイトルにしようかなと思ったことあるんですよね。時々ギララとタケマジンとかね。東洋子神田君、一発になりましたね。これで終わりだな。あ、まだあった。あ、これが俺のデビュー作なんですけどね。懐かしいですね。これ何本か撮ってるんですね。いや、これ映画だけなんですよ。あ、そうですか。うん、AKB が流行ってたんでね。あ、うん、AKB のノロちゃんとかを入れて。でこれ、学生の頃に作ってたじゃなかった。あ、だからそのリメイクリメイクです。リメイク、だから、あの手塚氏と同じで、星屑兄弟の伝説をね、また中年になってから作るという、うん、ことと同じですよ。うん、そして地球防衛軍の勇士たち。いや、やっぱウルトラマンなんですね、やっぱ監督は、ね、ウルトラマンですよ ね、僕あの監督の怪獣酒場の乾杯ってあるじゃないですか。アニメね。あれなんか僕たまたま自分でちょっとコメント書く あの やつがあって、アマゾンで全部見させてもらって。ありがとうございます。いや、もうめちゃくちゃ最高でしたよね。これナレーター伊坂浩司だからね。そうそうそう、そうなんです。怪獣が酒場にいるって設定最高ですよ ね。もう大人と子供の夢が合体したよっていう。怪獣墓場っていうのがあったんですよ。あ、そう、ありましたよね。じゃあ、シーボーズだっけ。シーボーズ、そっから来てるんですよ。ご期待ください。これで終わりだな。終わりですか。あ、まだあった。そうだ、これが今アマゾンプライムで唯一見れる、あの地球防衛未亡人ですよ。ああ、地球防衛未亡人。これもなかなかですよね。なかなかどうかしてる。これはやっぱ、どうかしてるっていうのは褒め言葉でね。いや、基本的にあの監督がよくいらっしゃるんで。諸星さんが出てて、断密にダンタインっていうだけの映画で。諸星さんがいましたね。この映画ね、怪獣が使用済み核燃料を食べてね、
はい、怪獣が便秘になるっていう映画なんですよ。うん、それが尖閣、ね、諸島に現れるっていうね。その話をしただけで全部ロケ場所が断るっていう。きつかったね。断密はね、やっぱ良かったな。やっぱなんかやっぱこういう時期だからかわかんないですけど、やっぱり本当幸せな気持ちになりますよね。逆になんかもうやっぱ楽しいことをね、求めてるっていう感じは非常にしますね、自分で。そう言っていただけると嬉しいんですけどね。これ最近の、これは2014年ですね。そこだけ今静かになるっていう。はい、なるほど。監督の映画ね、駆け足で、はい、こんな映画ばっか作ってるんですよね。すいません ね、 ねやっぱ変わらないとこが偉いよ ね、 ねいや、あなたも変わらないじゃないですか。いやいや、僕はいろいろあっち行ったりこっち行ったりしてるけどね。はい、どうもありがとうございます。川崎さんこう企画考えてこうなんかスポンサーとか詰めて、大体そのどのぐらいの数の企画を考えて1分間通るんですか。いやもうだからもう金出そうっていう人はね、もう一択で来てるんで、そんな素人だからよくわかんないんですよ。だから誰が出てこういう映画だしか言わないですよね。そしたら割と正直に1本企画作ったらそれをちゃんとこう売り込みに行ってってことだ。だってバルボラだってほらゴロちゃん、いやいや、なんかほらあのダジャレみたいな映画が多いからさ、なんか10個か20個が大きいどれがいいですかみたいな。そうじゃないんだよ。どれか選んでもらうっていうつかみ取り。いや違うんですよ。もう一本勝負ですか。やっぱりだから要するにイカとレスラーが当たったんで、この人だからそういう変なね、変なものを合体すればいいんだという、そういう発想になってるわけですか。だから早朝ソープとかと同じですよね。あのソープと早朝っていうね、響きがあピンときてないですね。わかるわかる。でもなんかね、日本人ってね、2つのもの合わせるのね、そうそうそう、好きだからね、日本の人ね。なるほど、そういう考えなんですね。そうそう、なんかそうするとなんかね、変な違和感が出て、おやっと思うっていうね。なるほど。それだけをやってる人ですから。監督の中でボツになったね、あのなんかタイトルとか聞いてみたいですけどね。あ、フグラガーとかね。フグラガーフグがあのラグビーやるっていう。フグラガフグラガ、なるほどなるほど、いいですね。体格良さそうですね。いっぱいありますよ。山ほどあるでしょうね。山ほどあるよね。じゃやっぱりいっぱい思いついてはいるんだ。思いついてる。思いついてる。うん、その違うものをこうやって足して一つ別のものにするっていうのは歌詞書くときも、あ確かに、あの、うん、同じですね。そのインパクトを持たせるっていう、なんか違和感をねちょっと、はい、持たせるっていうか。なるほど。若大将の映画好きなんだけどね、加山雄三のね、はい、まあ、あのこの今回バカ映画って話なんだけど、そうですね、あでは僕の好きな映画だから若大将映画なんですよ、やっぱ、こちらです、はい、B 級バカ映画、これテーマですよね今日の。はい、テーマそうですね、 B 級映画バカ映画とはという、テーマで今日僕ら呼んでもらって、まず最初にいや B 級映画バカ映画って言われて僕らがなんか語る気してはそもそもバカ映画とか B 級映画ってなんか映画に対してちょっと失礼なような気もするし、ああ、でも川崎監督の映画を見たら確かにバカ映画だと思って、もし呼んであげないと失礼っていう。これ B 級映画とバカ映画って同じ意味なんですか。いや B 級映画ってのはもともとね、あの、戦後ね新東宝映画とかね、はい、東宝映画があって、ね、要するに大作黒澤明の映画とかはもう超 A 級映画で、プログラムピクチャーって言ってね、はい、もう60分とかね、そうそう、その番組に、ね、テレビないからもう埋め合わせでね、もうどんどんどん作れっていう映画 B 級映画って、はい、であれですよね、あってのと、だからゴジラがメインであって、うん、ゴジラの横に若大将が最初にあったみたいなところで、でもその隣にあったものがどんどんまたビッグになったりもするっていうことですよね。だから言うてもね、ゴジラなんてウルトラなんてね、僕らがね学生の頃なんかもうヘみたいに思われたんですよ。もう市民権なかったもん、ね、怪獣好きだとか言ったらもう本当オタク、もう庵野監督もそうだけど、ね、オタクって言葉もなかったから、なかったからね。それで最初の話になってくるんですよね。うん、だからもう特撮映画を撮ってる自主制作の人たちがもう
お二人と庵野さんとか小中さんとかになっちゃうっていう。そう、だからそれまでは映画監督になりたい人っていうのはやっぱりね、あの目指せ黒澤明とかね、そうそう、尊敬するのは小津安二郎監督、ゴダールとかね、そう、そういう人が映画監督を目指してたんですよ。ただ突如ね、なんかその怪獣が好きだみたいな、ね、人が映画を作り始めるんですよ、うんうん、それがちょうど私たちの世代なんですけどね、うん、すごい切られてたよね。まあなんか特殊な目で見られた。俺はね、今はピアフィルムフェスティバルあるじゃないですか、ええ、あれはあれに応募すると映画館になるっていうね、あるじゃない、はい、近道。あれの出だしの時に俺がウルトラセブンの映画を作って、はいはい、見せたんですよ、うん、審査員に、はい、だみんな分かんないから、みんな。あ、はい、うん、全然オタクっていうかそのね、うんうん、僕らがガキの頃見てた映画をその頃の映画評論家は誰も見てないから、あ、だから文化としてあんまり評価されてなかったってことですね。全くゼロだった、ね、なるほど、ゼロ、だって手塚さんってあの手塚治虫先生のね、あのワンダースリーっていうテレビアニメがあったんだけど、はいはいはい、ウルトラQが始まったら、はいはい、ウルトラQ の面白いからそっち見ちゃって、そっちの方が、ね、親父が怒ったって、視聴率はね、そっちの方が上がったんですそうそう、有名な話でね、うん、そう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 、うん、僕らとにかく怪獣、怪獣ですよ、うん、そうそう、怪獣なんですよね、うん、これじゃあ監督が最初からこの B 級映画とかバカ映画っていう意識で作られてた。もちろんもうそれしか道はないからまあその今はねそう言い方するけど、うん、あのよく言えばパロディっていうやつですよ。そうそう、あの、ね、それ正面からそれは難しいからちょっとひねってね、そうそうそう、でお金もないし学生だしっていうところでちょっと笑いを混ぜてみたいなので、うん、それでみんな始めたんですよね。そうそう、もう全部パロディでしたね、うん、そうですそうです。うん、だいたい昔の8ミリ映画はね、あのビートルズの曲をかければね、なんとかなったっていうところがあるんですよ、うん、どういうことですかそれ。あとユーミンの曲とかね、そうそういう売れてる曲を曲やっぱ、ね、避ける、ね、8ミリだからもう映画みんな同じになっちゃうんですよね、大学生使うと、うん、でもう全部技術もないから、でもとりあえずビートルズとかユーミンかけるとそれで、ね、画面が閉まるってことなんですね。なんかね、いい映画に見える。これ今ちょうどこのクレイジーウエストマウンテンの鶴岡くんが今クレイジーウエストマウンテンで映像を撮ってるから、あ、なんかドラマシリーズみたいな、あれ最後に自分の曲かければ、はい、そうですね、まあなんか閉まっちゃうみたいな、そうそう、 MV みたいなもんですよね。はい、そうですね、うん、確かに僕らだからその観念的な実験映画とかね、うん、ATG 映画が大嫌いだったんで俺はね、うんうん、僕は好きだったけど、うん、そうだってイメージフォーラムとかね実験映画の塊ですもん、ね、例えばどんな作品ですかそれを。S フィーとか、僕、うん、アクはね、結局その特撮と実験画を混ぜるっていうね、そういう混ぜ合わせ方なんですよ、うん、さっきの川崎さんの言い方をすると2つのものをくっつけるって時にバカバカしいものじゃなくて全然バカしくないものをわざと変わったものとくっつけるみたいな、うん、ね、そういうことやってたね。そうすると結局そうすると出来上がるものは実験映画なんですよ。あそうす結局ねそうだからその正面に切ってちゃんとパロディをやるとピアニア通らなかった。で実験映画を出すと一応通ったりするそう。でもホラー映画も一応ねピア通ったよね。だってホラーの人でしょ。そうそうそう、僕はね、あの特撮も好きだったけどどっちかというとホラーが好きだったから、うん、ホラーの、あのヘルハウスって映画あるじゃない、はい、あれが大好きなんだよね。だからホラーっていうのはその当時で言うと B 級映画ですよ。そう、SF とかホラーとかね、もう B 級、アクションものって全部 B 級、人が目を背けるようなもんっていうですね。ブレードランナーも B 級だもん。目を背けるってわけじゃないんだけど、娯楽に徹しすぎた映画って、ね、ちょっと僕なんか前だってお茶の子博士のホラーシアターとかなんかありましたよね。ありました、はい、あれも結構強烈な印象っていうか。そうなんです、あれすごいよ。あれ俺も出てるんですよ。そう、あれね、あれそうなんですか、出演してんの。誰、あの怪獣ものなんだよね。そう、怪獣そう、の夜っていうね、予算年がね全部で10万円しかなかったんですよ、テレビ番組。そうなんですよ、10万円でね、出演料も全部全部込みで10万円っていうのに、5分だよね。そう、3分、ええ、3分作れって言われたにもかかわらず怪獣の着ぐるみ作っちゃったって絶対赤が出てるわけですよでもあれものすごい早かったですよね、やっぱり。なんかあの例えばそれちょっとホラー映画って13日の金曜日とかっぽい、なんかこうやばいね、うんうん、やばい。そのそもそもその世にもなんだっけ、奇妙な物語、奇妙な物語よりも前にそういうのをやってたんですよ ね、短編のホラーなんですけども、うん、めちゃくちゃあれでホラー映画好きな人になった人多いんじゃないかと思う。そうそう、あの清水隆監督とかね、そうなんです、ね、あ、やっぱりそうですよね。あれ昔見てましたみたいな感じで、あれ羨ましかったね、うん、なるほど。岸田新も出てましたからね。岸田新、あ、そう、出てましたね。出てます、はい、そういうレジェンドがね、ええ、うん、
あ、そうです。だからやっぱりあの僕らっていうよりはあの世界の映画人優秀な監督とかみんな最初 B 級映画から始めてね。そう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 、ロジャー・コーマンとかそうですもんね。コーマンまさにそうです。だからそのスピルバーグでもルーカスでも最初はねその予算のないなんかねあのホラー映画とかその SF とかねそういうのを作り始めて、そこでやっぱ練習してっていうか現場で磨くってことですよね。そうそうそう、やっぱり映画のエンターテインメントの一番おいしいところってそこにあるから、それ最初にやってると勉強になるんですよ。なるほど。うん、コップラとかもねみんなあのやっぱり最初そういうホラーみたいなの作って、みんなロジャー・コーマンがやらせるんですよね。そうさすが帝王ですよ。ロジャー・コーマンっていうのは本当ね川崎さんじゃないけど帝王さんでね、うん、2日とか3日で1本撮れみたいな、そういうプロデューサー。あの本読んだ時点、そうですよ、私はねハリウッドでなぜね一円も損しなかった、一円も損しなかったっていう、ね、でもロジャー僕は読みました読みました、ね、ロジャー・コーマンのウィキペディア見ると川崎さんの名前がちゃんとリンクで貼られててちょっと感動しましたね。本当本当なんですよ。本当ちょっと俺感動しましたよ。さすがっす。俺お金がないロジャー・コーマンって言われてるんですよ。お金がないロジャー・コーマンのさらにお金がないって才能があるエドウッドって言われてる、まあね、安く早く儲けるっていうのが本日なんですよね。ロジャー・コーマン才能のあるエドウッド素晴らしいですね。本当ロジャー・コーマンひどいんですよね。セットが1個あるじゃないですか。で映画撮るじゃん1本で、なんか手塚君みたいな俺みたいなやつが来て映画撮りついて、じゃあお前あの朝12時から空いてるから8時までそれ1本撮っとけっつってそんな感じだ。そんな感じなんですよ。すごい人なんだよね。そうだ、お金がないところでいかにそう限られた条件で面白いものを作るかみたいな、そういう競い合いみたいなもんですよね、言ってみれば。だからそこで鍛えられると力がつくんですよ。やっぱ熱量でしょうね、きっとね。だから川崎監督も、まあ、バカ映画って言われてるけど、やっぱりその、ね、40年間が、ね、学生映画からずっとやってきたそのテクニックがあるわけですよ。力はすごいあるわけですよ、あるんだけども、だからこの人真面目にやればねちょっとちゃんとした投法なども作れるんだけどもあえてやらない。いやいや、何言ってんの俺も作りたいよ。しかも川崎監督的には この褒められ方一番困る褒められ方ですよね。で僕あのどんどん脱線しちゃいますけどね。はい大丈夫です。そうですね、僕あの手塚治虫先生がねもう大巨匠だからね尊敬してるんですよ。で当時若い時知り合ったからうちに電話したんですよね、はい、たら、はい手塚ですってね、あ川崎と申しますが誠さんお願いします、あ誠ね、おい誠っつって俺今おさむと話してる。おさむ、それはすごい。それはそうだよ、ね、俺は今神様と話していたと思って、ね、そうそう、当時ねよくねあの電話の取り次ぎうちのお父さんしてくれたので友達からするんですね。そうあの自分のところに来たねその編集からの電話じゃないかと思ってこう取るとね僕のところの同じ家に住んでたからね。今初めて言ったけど本当感動したんですよ。いやありがとうございます。それではですね、すいません、こっちでばっかり話しました。あのバンド前映画界の方であの今帝王さんでなんか映像なんか捉えてるっていうことなんですけど何かご質問できるようなことがあれば。それあれですね、だからヒアもクレジーウエストマウンテンも MV を作るときに大体いつも予算の問題で、うん、毎回そこはやっぱあのあそうでしょテーマになりますよ ね、 予算ね。でもあの僕らもお願いしてる監督とかいつもまあ僕らがこうやって予算渡してもっと予算があったら俺は制作チームとか制作会社とかにも仕事発注してできるんだけどなみたいな、で僕らにお願いするから低予算の監督っていう印象がついちゃったんだよなって毎回ぼやいてる。それはちょっと失礼じゃないかね。で今あの川崎監督の話聞いて思い出しましたね。その僕らの MV 監督あの丸山監督っているんですけどいつもそうぼやいてますね。ぼやく、なんか低予算のイメージがもうついてしまったみたいな。だから僕川崎監督のそれこそ一回も赤字を出さずに自腹を切らずにあの映画を続けるっていう本を読ませてもらったんですけど、ありがとうございます。まあすごいことだなと思った。MV 作るだけでもね赤字で低予算でっていつも困ってるのによく映画を作ってそれの予算内で収まるなと思うんですけど。それやっぱ安いからですよ。予算って最初にあるわけじゃないですか。うん、いやうん、そうだね、うん。だからそれこそデンエースなんて川崎監督のライフワークでねちょっと見たと思うんだけど、うん、それも、ね、うん、それこそピンキリのお金の使い方をされるわけですけど、そう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 、あれって10万円の予算だったら
10万円のもので100万円の予算たちが100万円のものになっちゃうもんなんですか。ああ、まあそりゃそうですよね、うん、そういうもんなんですか。だからあれはね30万円で最初作ったんだけどね、うん、まあやけくそですよだから。予算が少なかったら予算が少ないなりのものが作れるってことなんですね。もちろん今だから CG とかあるからね、 CG とか。ああ、なるほど。昔はほら合成ができなかったからね、うん、そういう絵ができなかったんですよフィルムでは。はいはい、今何でもできるしね、まあ、やりようだと思いますよもう今はもう映像なんてのは。あと昔はあのほら YouTube なかったからね、もう上映するしかなかったじゃないですか、こういう上映会場で。あれが発表の場がっていうことですよね。そう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 、だ僕らはずっとそれでね最初やっててね、映写機持ち込んでやったんですよね、重い映写機をね。でも確かに自主上映ってありましたもんね、結構なんかいろんな、うん、あのいろんなフリースペースね、オープンスペースみたいなの借りて。自主上映って自主映画って言い方も嫌だったんだけど、ね、ああなるほど。僕は道楽映画って言ったんですよね。なるほど、道楽でやってんだぞみたいな。道楽それこそさっき後ろで話してましたけど、あの今話題のジャンクヘッドとかも、うん、あのたった一人が7年だからかけて作ったストップモーション、ほぼ人形アニメだよね、あれね、愛と情熱と狂気で作られてるという、ああいうの見るとやっぱなんか勇気持ってますよね、なんか、すごいですよね、いいんだという、こういう映像やったことないですよね、あの人ね、そうですよね、あ、そうなんですよね、すごいですよね、あれすごいですよね、でも僕もあの、まあ、バンドの場合は、あのレコーディングがあって曲作るじゃないですか、でその後にまあプロモーションビデオ、MV とか作るんですけど、大抵レコーディングにお金使いすぎちゃって、最後のその MV のところにお金残ってないぞってよくあるパターンなんですよ。でなかった時にあのじゃあ俺が監督するって言って、あの僕何本か MV 監督自分でやってるんですけど、それ予算を抑えるために最初やり始めたんですよ。でこうやってプロット書いて、で撮影して、であのまあ少ない予算からあの BMW 借りてで撮影したんですけど、最後の最後そのレンタルしたBMW こすって結局その修理費で10万近く払った何なんだこの作業はと思いましたね監督やった意味が元も誰かにお願いすればよかったね一番使っちゃったとかトラブルはねあるよね、やっぱいろいろ予想にしないあの出費ありますよね。アニメと違うんでね、アニメだと俺はあのもうねコツ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 やるわけですか、もう今パソコンの前で、はい、実写はね何が起きるか分かんない部分があるんでね、そこが面白いんですけどね、うん、あ映画は、うん、でもあの予算がないと工夫するしかないじゃないですか、はい、工夫が実はあのすごく面白いんですよ、はい、作っててもね工夫することが面白くて、それどう見せるか、うん、正当的にやったらお金かかっちゃうから、そのないお金で見せるには何をすればいいんだろうって時に初めていいアイデアが出るわけですよ。あでそれの積み重なりで映画っていうのができてきてるか ら、 だからそれこそさっき言ったその B 級映画の初期なんていうのはアメリカでもお金ないわけじゃないですか、うん、ないところでどれだけこう怖がらせようとかね迫力出そうっていうと、なんかそこで新しいテクニックを生むわけですよ。だからない方がね実は面白い映画できるんですよ。でその B 級映画がねどんどんそうやってその人気が出てきて、そのジョージ・ルーカスがスターウォーズ作ってからは A 級映画になっちゃうのね。 A 級映画になっちゃうとお金があるから何でもできちゃうの。そうだよね。そうすると工夫がなくなっちゃうから面白くないんですよ。もう実はただ映ってるだけなのね。そうそう、うん、こんな金あれば誰だってできるよっていう言い方悪いけど、そういう風にやっぱなっちゃうわけですよ。そうするとね作家もテクニックがねなくなっちゃうし、で今のハリウッドの監督って本当テクニックがないんですよね、見てると分かるんですよ。うんうん、ただ本当にあの作ってるだけっていう感じ。だってあのほら今撮って CG で何でもできちゃうから、うん、ねこう発注してこうやっといて言ったらもう絵が上がってくんだもんね YouTube で。そうそうそう、見てさでチェックして、うん、もうとこ今もやってんだけどね、はい、新作で、ね、まあ、まだ僕らだとさ CG 使えるっつっても何カットまでみたいなね条件があるんだよね。これ以上やったらお金かかっちゃうから、うん、最低限でもう指示なるべく使わないでくださいっていつも言われるんだけど、うん、そうなるべく使わない中でねどこをどういうふうに工夫して CG を使うかっていうね、うん、昔なんかかき割りだったからね、あのかき割り、うん、そういうかき割りって多分皆さん分かんない、うん、あそうかじゃないですかね、つまりこういう合成でね上の方の絵を
足すんですよ。そう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 、普通にこう実験というか、そう 生合成っていう言い方してたんですけど、例えばあの有名なものだと大林信彦監督の昔の映画ね、ハウス、ハウスとか、その狙われた学園ってあるんですよ。そうするとね、出てる明らかに後ろの方が変な景色とか映ってるのね。未来みたいな景色だったり、ありえないような景色があるんだけど、それどういうふうに撮影してるかっていうと、そこをね、あの撮影するときにあのカメラの前にマスクを置いて黒くした状態で撮影して、そのフィルム巻き戻すんですよ、フィルムだから。でそれで今度はその上の黒くしたところに絵を写すんですよね。でそれを本当にカメラだけでやるわけだから、デジタルとかそういう コンピューターとか使わないんですよね。一発勝負なんですよ。そう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 、そういうことも昔みんなやってたんですよね。そういえば大林監督なんかもう超良くしてもらったんですよね。良くしてもらった、してもらった、どういう意味ですか。薬師丸ひろ子の狙われた学園に出てね、出てますよね。すごい気持ち悪い学園あれ笑ったなだってこの人はあの僕らと会うといきなりね、8ミリをこう出し取り出すんですよ。昔シングルエイトってのがあってね、はい、手でジャーってね音がするんだけどね。そうそうそう、今皆さんねスマホとかでどっか行ったら普通に撮るじゃないですか。そうそう、うん、であれを8ミリカメラで当時やってた。かっこいい。だからどこにでもねポケットに入る大きさのカメラがあったんですよ、8ミリが。変態ですよ。膨らんでるわけですよ。そうそうそう、膨らんでる。いきなり消毒液無視してこうジャーってこう音がやばいですよ。ジャーってジャーって音がする。でも3分しか映んないんだよね。3分20 秒しか映んない。3分20秒しかないから、たくさん映してるとね、フィルムなくなっちゃうから、ちょっとずつなの。そうなんだよ。そう、あと打ち替えて編集するのがね楽しみなんだよね。あ、まあ、今もそうだけど、うん、今はねファイナルカットでねちゃちゃっとできちゃうんだけど、昔はこう手でねこうやってるんですよね。そう、繋げて、まあジジイの世界なんだけどねうん、何話してんだっていやそう、その積み重ねがね、皆さんのなんか好きな BQ 映画、あ、好きな BQ 映画って、あ、好きな BQ 映画、はい、続いて、好きな BQ 映画、新しいコーナーになったわけです、はい、次のコーナー BQ 映画紹介でございます、はい、あ、でも BQ 映画なんだろうっていうところを、まあ、今日聞きたかったんですけど、でも、うん、なんか分かってきましたね、だんだん、まあ、楽しんで作るみたいなところが重要かもね、うん、あとアイディアというか、そのさっき その予算がありすぎるとアイディアが出てこなくなるみたいな話で、あのやっぱなんかアイディアが一個面白いものがあって、あとは別に予算そんなにお金かかってないけどこの映画面白いなって思えるのってすごい BQ 映画の良さ、うん、みたいなところありますよね。映画作りたいっていう気持ちがそれこそ今の8ミリをずっと持ってるとか、そうですね、そう、なんか結構ウィキペディアで BQ 映画とか調べてみるとなんかねちょっと面白いんですよね、うん、なんかこう、ああ、そうなんだ、あの BQ 映画をウィキペディアで調べてみると、はい、なんかウィキペディア自体も迷いがあるというか、今日定義付けが、まあ、お前も分かってないのかっていう、これ見るとあの A 級映画の添え物として、低予算で無名新人の俳優を使い駆け出しや一流とは言えない監督が短期間で撮影した上映時間が90分以下の映画って書いてあるんですけど、川崎監督がさっき言われたやつ、それが今日では新しい見合いで B 級映画かつ長編映画が存在するって書いてあるんですけど、だから、まあ、膨らんでる定義が、そう、定義がもう分かんなくなっちゃってるってことですね。まあ、今日とかだからそのバカ映画っていう定義をつけてくれたんで分かりやすかったから良かったんですけど、そうですね、まあ、なんか概念みたいなものなんじゃないですかね、なんかね、もうそんな決まったものではなくみたいなね、バカ映画っていうとすごい信頼できるんですね。僕おバカ映画って言葉っていうとなんかバカ映画をバカにしてる気がして、僕もね、そう、おを作るの嫌いなんですよ。そう、まあ、俺もね、なんでだよって結構思うんですよね俺も本で書いてるけどね、バカって生きた方がいいんですよ。そうそうそう、だから僕ね、すごいそこ一番好きなんですよ。もうバカとしか言わないから、俺の本でも書いたけど、天才バカボンとかね、そうそうそう、空手バカ一代とか、そう、だからおは絶対いらないなってすごい思ってた。 今アウトでしょ、あ、バカバカって、ダメなんですか、もう今完全に YouTube でバンバン出してるタイトルにバカって入ってるんだもんね。確かに昔はまるでダメオっていうね、ありましたね、あ、そうですね、ダメオヤジもありましたよね、そういうマイナス要素なんだけども、ね、うん、やっぱりバカに徹するとかね、でもはっきり言った方が、バカと天才紙一重とか言うじゃないですか。確かにね、野球バカとか、野球バカ、空手バカ一代も、そういうことですね、みんなだからこう集中するとバカになるしかないっていう、そうですね、ことだと僕は褒め言葉だと思ってるんだけどね、間違いないです。一般の人が言うときにね、あの今日もそうだけど、バカ映画の巨匠で大丈夫ですかって言われるんだけど、いやそれで大丈夫です、僕も、ね、一応確認しましたけど、やっぱ僕はあの
監督の中で一番好きなのは、ああ僕はやっぱデンエースが一番好き。デンエース、デンエース最高ですよね。ちょっと見ますか、3分ある、3分だから、うん、デンエース見れるんですか、見れるんですか、 YouTube にあるよね、アップしてるからいいですね、3分だからってこれレース見れますかね2分じゃないかな、2分だったの、ちょっと待ってください最初のやつは。でもなかなか、でもこれ監督見ましょうって言ってそのまま監督いる状態でパッと見れるってめちゃくちゃ贅沢だね。もう YouTube にしたいだもんね、うん、もう快楽の星からやってきた、気持ちよくならないと変身できないというですね。これ見てないでしょ。ええ、あの見ました。あ、これだから、あのね、これウルトラマンみたいなの作ろうと思ったんだけどね。うん、これせっかくだから上司。あ、いいよいいよ、まあいいんですけど、うん、出なくてもいいんですけど。デンエース1話、ね、1話ありますけど。ね、え、出るんですか。見ましょうよ。見たい。いいですか。二、うん、分しかない。流しながらみんなで話せればいいんじゃないですか。そうですね。一、ね、分四十三秒です、うん。このオープニング。デンエースめ。どんどん短くなる。デンエースは基本的にクソみたいな。オープニングとエンディングテーマよりそれぐらいしかない。いやこれバンダイからね。そこに命をかけてるっていう。三十万あるからなんか作ってくれって言うんで、ウルトラマンは作りたいと思ったんだけど。金がないから、これ監督出てるやつですか、うん、で東京タワーの あったこれだよね、うんうん、これこれ、うん、1本40秒東京タワー持って戦うってでっか、身長1万メートルですか、ね、2000メートル2000メートルですか、もう東京タワーより怪獣が現れて、うん、でいきなり俺ですよ、乳首が出てきましたね、名前一瞬風呂上がりってでこうね、おもむろにビールをモルツを飲んで、これ気持ち、はい、気持ちよくなるんですね、はい、気持ちよくなると変身ですよ、これ変身できると、はい、やばいよねお尻かいた2000メートルだからこれウルトラファイトみたいですね、これ。ウルトラファイト好きなんだよね。ね、うん、これ怪獣どうしたんですか、これ。怪獣はあのね、ありもんですよ。ありもの。ありもの。ありもんってどういうこと、どこにある。どこにあるんですか、それ。前の映画で使った怪獣を。これやっぱ、東京タワーを。結構えぐい。東京タワーを攻撃してます。東京タワー武器ですからね。東京タワー武器だから。あー、やばい。大変だ。これ大地は終わり。終了です。で、いきなりあのね。ロールが早いって。監督当時おいくつ？早い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 。読ます気はないって。おたりこなおたりこな。最高です。これで終わり。読んでる暇がないから燃やすって最高ですねこれ。いやこれね、またやろうと思ったんですよ。要するにファンネタ燃やすってひどいじゃないですか。ね。あ、そうそうそうね。それを今回やろうと思ったのは現代で、はい、ただメール一括削除になっちゃって全然面白くないってメールになっちゃってるからメール削除とか言っていやすごいですね。これもだから東京タワーのね、ミニチュア買ってきてそこに立ったら2000メートルだったんですよ、これでいけると。これが始まったんですね、東京タワーの。そうで、煽りで撮ればヒーローと東京タワーしかないからねでも予算30万円で見るとだから着ぐるみにしても電影杉してもお金かかってるように見えますけどね、うん、着ぐるみはありもので、うん、電影杉はちょっと改造しただけで、ちょっと改造って何ですか。あ、昔使ったやつ。そうそう、だから僕らの周りにはね、原口智夫とかさ、はい、ガメラ作ったね、あ、なるほど、まあ、本当のね、プロの造形師がいっぱいいたんで、プロになったやつらがいっぱいいたんで、後にプロになられた特撮のすごい方が、そうそう、もうアマチュアだから、うん、もう作ってるわけですよ、手塚氏の映画もタダでそれを使ってるという、いやすごいですね。いや、デンエース、いや、まずこれで僕が川崎監督を知ってもう大衝撃を受けました、本当に。ありがとうございます、もうここして今話せるのが非常に光栄でございます、本当に、また新作も新作も作ってるからね、まだね。あ、そう、まあ、デンエースはね、もう常に出てますからね、クラウドファンディングで、ね、ですよね、あれですか、デンエースっていうのはもうライフワークのような感じで何本もあるわけですよね。そうそう、まあクラウドファンディングやればね、200万ぐらい集まるからそれで作ってるっていうだけですありがたいことにね。いや、新作見たいですね。新作ぜひね。新作はデンエース Q っていうんですよ、ウルトラ Q ですか、ね、もちろんウルトラ Q 好きだもんね。あ、9番目じゃなくて Q の方ね。なんか、ま、満を持してる感じですね、なんかエヴァンゲリオン Q ってのもあったしね、うん、ありますから、ジョハ Q 結局あの人もウルトラ Q マンセムが好きなだけなんですよね、アンノシも。だけってね。いや、本当そうなの。カイチかウルトラマンが一番好きっていうね。手塚氏はウルトラ Q
そうそう、僕はウルトラ Q が好きだった。僕はあのヒーローがあんまり好きじゃなかった、うん、そうヒーロー好きじゃないんで、そうなんですよ。怪獣の方がね、怪獣が好きなの、うん、ガラモンとか怪獣とかお化けとかね、お化けの方が、うん、ショッカーが好きなんでしょ、そういうね、そうそうそう、ショッキングな映像が好きなんだ、うん、なるほど。これだから監督のデンエース見ちゃうと B 級映画紹介するってもなかなかあれですけどね。なかなかですね。B 級映画紹介のコーナーなんだけどね。そうそう。高橋さん、なんかあるんですか？高橋さん的には B 級映画とか。僕ね、B 級映画って言ったら、でも最初になんかそういう映画と触れたっていうのは、資料の盆踊りっていう映画があって、あれはもうなんか B 級とか僕、うん、あれは B 級映画かな。去年劇場で見ました。あれはね、ピンク映画なんですよね。なんか最初だから中心、確か成人指定だったような気がしてて。あのこれ仕方ないから見たけど、また映画館で。そう、僕も見に行きました。去年ぐらいやってました。そう、去年やってました。僕も行きました。プランナイン、フロムアウタースペースとエドウッドね。もうあれだから、江戸木さんというプロデューサーがうまくてね、タイトルでみんな大ヒットしたんですよ。いやもうあれは見に行かざるを得ないですよね。タイトルに惹かれますよね。それこそでも川崎さん の、 かん、うん、かんあの感性に近いですね。資料と盆踊りが合わさる、ね、俺もトークショー出たもん、トークショーに。あ、そうなんですか。あれも江戸木さんという人のセンスですよ、タイトル、あれすごいですよね。資料の盆踊りですよ。で資料と盆踊りって意外にマッチして、あ、だって盆踊りってそういうもんね。いやいや、確かにそうです。そうですね。あの昔さ、ハロウィンって映画あったでしょ。はいはい、ハロウィン、はいはいはい、あったね。あれ好きでしょ、まあまあまあ、オリジナルの方ですか。あ、ハロウィンに殺人が起きるっていう、あれ日本でほら盆踊りって映画作ろうと思ったんだけどね。あ、でもあの原口がの時お盆亭が作ってたよ。、うん、ハロウィンに対抗してお盆っていうの作ってた。劇場映画で、うん、違う違う、自主映画で。そう、でもね完成しなかったんだ。そうでしょ。そうそうそう、誰がお盆亭に金出すんだって。お盆に殺人起きるんですよね。お盆小盆を出すとかね、それでね。喧嘩させるとかですよ。そうそう。仲悪いんだよ、お盆小盆師匠がね。お盆にお盆小盆が殺し合いするみたいな。それ出してみるか、電通に。それなんかできそうな気配ありますね。こういう風に俺の絵が決まっていくんだ。なるほど。まあ、それはドキュメンタリーですけどね、それは。完全に完全に。この NHK で何の監督のドキュメンタリーやってたけどね。 あれ面白かったっす。見た、見ました。俺は対局の人だからさ、ね、なるべく早く作る、安く。でもその B 級映画で言ったら、その 先ほどから出てるエドウッド、エドウッドはなんか僕の中で分かりやすく、これは B 級なんだろうなっていうのはずっとありましたね。そうですね、あの人 B 級かな。あなた Z 級でしょ。すっごいシュート。才能ないもんだって。当時の感覚だと B 級以下だったりして。ひどいよね、B 級以下もちゃんとあるんですよ、ね、あるんですよ、C 級とかね。あ、でもやっぱりちょっと C 級がある、うん、俺 C 長映画監督と一時言ってたんだけどね、あ、言ってましたね、C 長ね、C 長、あ、調子がいいってこと。上木とし、上木としのサザンの歌もありますもんね。C 長言葉クレイジーキャッツの映画も大好きだよね、当然。あれなんかも、ね、B 級映画の最たるもんだけどね、あんなのバカにされてたんですけど、一般大衆はみんなお喜びしてるわけよ。なるほどね。あの、あなたがほら、あの師匠の矢内克樹監督っていう、矢内克樹監督も若大将シリーズでやっぱり、そうそうそう、の東宝の監督でね、なんか知り合いなんでしょ。師匠なんで。あ、師匠なんだ、はい、若大将の監督で、うん、若大将もそのクレイジーとか社長シリーズと一緒にプログラムピクチャーとして、そうそうそう、全然バカ当たりしてんだけども、もうね、それ評価することはちょっとね、作品の評価はあまりされないんだけども、ね、めちゃくちゃたくさんの人に見られてるっていう、そうそうそう、そういう風潮だったんですよ、60年代70年代までは、はいはい、僕らなんかそういうこと言ってもみんなね、誰も理解されないっていうかね、上の世代には なんでの見てんのみたいな、すげえ本当バカにされてたもん。だからあれですよね、ちょっと話ずれますけど、その若大将ファンの第一世代のお客さんは普通に楽しんでたんだけど、川崎監督とかがあのリバイバルで楽しまれて、なんか若大将面白いぞ、こういう見方があるぞって人気になったっていうのを聞きました、ね、ホイチョイプロの馬場さんっているでしょ、はいはい、ババ安夫監督、私を好きに連れてる、そう、私あの高校の先輩、そう、うん、あのあのほら政権、政権のね、うん、安倍、元安倍総理も先輩でしょ、そうそうそう、ああそうだ、うん、あの同じ あの世代かもしれないね、馬場さんと安倍総理、うん、あ、そうなんですか、うん、世代近いんじゃないかな、馬場安夫監督と安倍総理、うん、同級生みたいだけどね、その馬場監督も若大将大好きで、
あの再評価してたじゃないですか。そうですね、うん、で私の好きに連れてっては完全に若手でしょだって言ってましたよ。なるほど、トレンディーな衣にくるんだけど中身は若大将。馬場さんもね、あれ中学生ぐらいの時から映画作ってるんですよ。そうそう、8ミリでね。でその頃バカ映画ですからね、馬場さんのね、あの007のほら、そう、007天皇陛下を撃つ男っていうの最高ですね。なかなか名作でね。あれですよ、やばいよね、黄金銃のパロディで。そう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 、ここなんか狙ってんですよ。そうするとね、あの正月にさ、あのこうやってね、さ、手振るやつ、8ミリで撮ってきてね、それ繋げてあんの。やばいですね、やばいんですよ。不敬罪で捕まるね。そうそう、これもう PP 入れとかないからね、かなりやばいけど。でもね、学生映画だったから楽しかったですね。なるほど、そうでしょ。めちゃくちゃっすよね。うん、ね、あの竹中直人のさんのね、燃えよ卵っていうのが見たことあるんですか。玉火でやったんだけどなんかもうすごかったっすよ、もう。うん、なるほど、はい、ありがとうございます。すいません、ちょっと盛り上がってるところあれなんですけども、一回、はい、あの一部はあの終了ということで。全然 BK 映画紹介なかったです、はい、大丈夫です。でももう、ね、もう十分監督の映画紹介できたんで、もうバイブさんも完全に伝わったと思いますんで、僕は全然問題ないと思います、はい、デンエース出ちゃったらみたいな。そうそうそう、あれ出ちゃったらもうあれいいんじゃないかっていう。十分ですよ。でもあれ映画じゃないからね1分しかないから。そうです、ね、じゃあ後半に持ち越しで、そう、はい、後半に持ち越しということ で、ね、それでは、はい、あの一旦休憩ということですね。はい、大丈夫、終了で、はい、ダニーもよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。
それではですね、ちょっとトークだけでもなく一曲私歌わせていただきます。あのミュージシャンらしいところちょっと監督たちもちょっと見ていただかないといけないと思うんで、ちょっと一曲やらせてください。あのソロで引き叫びっていうあのギター一本でも活動してるんですけど、その完全論破っていう曲があるんですけど、それを聴いてください。完全論破。突拍子もないそう、お前の信念感じないとってつけたようなご意見、数日前と言ってることが全然違うじゃん。いや、そもそも話したこと覚えてない、記憶喪失。その間に何が起きた、誰に会った、何を読んだ、何を食べた、インド行った、どんな心境の変化、もう振り回されんのごめんだよ、マジ勘弁してくれ、もう説得すんのも面倒だ、ご勘弁願います。ああだこうだこねくり回した理屈はただの言い訳、ああだこうだこねくり回した理屈はその星の日、ああだこうだこねくり回した理論は矛盾だらけ、ああだこうだこねくり回した理屈は意味ない愛だから、ロンパ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 完全論破。誰かの受け売りでもいい、そう影響されてもいい、だけど一旦自分に持ち帰ってじっくり考えよう、すぐにアウトプットするな、焦げるまでグツグツ煮詰めるんだ、そうお前のフィルターつうかお前の意見が聞きたい、パッとの思いつきでこの場を乗り切ろうとしてたんか、何時間何日間こっちは準備をしていました、もっともらしい表情で代替案もないなんて、お前の中の責任者出てこい、手ぶらでよく来たな、ぶっちゃけ議論の価値もない、それ本気で言ってんの、ぶっちゃけ議論の余地もない、それイメージできますか、ぶっちゃけ議論の価値もない、振り出しに戻ってんぞ、ぶっちゃけ議論の余地もない、幼稚なようなしですよ、だからロンパ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 完全ロンパ、はい、イエーイ、ロンパ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 完全ロンパ、はい、ロンパ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 完全ロンパ貴様をロンパ、ありがとうございます。さっきからあの手塚監督にあの芸人と間違えられてるんで、ちょっとミュージシャンらしいところちょっと見せておかないとと思いまして、じゃあこれから第2部始めていきましょう。じゃあ皆さんよろしくお願いします。聞こえてないね、聞いてなかったよあの人たちきっと。はい、第2部よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、小川さんありがとうございました。ありがとうございました。いや、それでは第2部盛り上がって、はい、進行していきましょう。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは、第2部はですね、手塚誠監督の、バルボロですね。無理やり持ってきましたね。いやいや、そんなことございませんよ。さっきですから。そんなことございません。バルボロについてですね、ちょっと話していきたいなと思います。で、まずは予告編見ますか。
予告編ね、うん、まあ流しながら適当に話をして、ね、はい、これあの和樹さん見ていただいたということで、はい、あの途中に特撮シーンあるじゃないですか。あ、ね、やっぱあれ当時のね、そのお茶の子博士じゃないけど昔ながらのね、そういう特撮をやっぱり入れないとっていいなと思ってね。あって、あのマネキン人形がね人間になる、あ逆か、人間がマネキン人形になる場面があるんですよ。あの特殊メイクっていうか、まあ、CG か、うん、まあ、今だとね割と CG も使ってますけどね。 あれは驚きましたよ、うん、でもそれはやっぱりその昔ねそういう B 級の映画作ってた時のあそこ特撮なんですか。特撮と言わないのか、今は、今はなんて言うんですかね、うんうん、まあグリーンバックで素材を取って ビジュアルエフェクトって言うんでしょうかね。 VFX、うん、でこれあの撮影したクリストファー・ドイルさんっていうカメラマンさんはあのもちろん皆さん知ってる有名なカメラマンなんですけど、うん、そういうあの 特撮系っていうんですかね、ビジュアルエフェクト系は苦手な方なんですよ。もう生で、ね、そういうのあんまりやってこなかった方なんで、ね、まあ、一応でも彼ハリウッドで最古のリメイクとかそういうのね撮ってはいるんですけどね。でもそういうのねやっぱ撮ってきてないから、あのそういうところはあの細かく指示を出さないと、あのうまく撮影してくれないんですよね。撮影してくれない。あの撮り方わからないんですよ、そのビジュアルエフェクトのね。あ、うんうん、まあ、それはしょうがないんですよね、うん、これキャスティングってなんか どのように決められたんですか。キャスティングはね、ええ、いろんな俳優に断られて、あで、まあ、この2人はすごく最初からいいなと思ってたんですけど、これ実はあの企画考えてから撮影まで5年ぐらいかかってるんですよ、ええ、でなかなか最初はスポンサーもつかなくて、でその5年前は、二階堂ふみさんがまだ未成年だったんです。そうです、それで、あ、まあそうですね、それでちょっとね未成年の方にやっていただくにはハードな内容だったんで。確かに過激な、結構濡れ場が、うん、がっつりのでしたもんね。そうなんです。で、あ、これごめんなさい、これもうないです、いや今売ってないです、ないですね。はい、だからそのそういうキャスティングって非常に難しくてね、川崎監督の映画みたいにポンって企画出していいねってポンって出てもらえるっていうのはね、そっちの方が面白い、すごくね、あの素敵だなっていいなって思うんですけど、いやいや、やっぱりねなかなかこうスケジュールの空いたところでね、そのだすごくいい役者さんがいてもスケジュールが空いてるとは限らないわけですよ。そうなんだよね。例えばこの、ね、2人だったら2人を合わせなきゃいけないしっていうことがね、本当にあの何年待ってくれみたいな、そういう話によくなるんです。へ、うん、今もね、これはあんまり言えないんですけどね、また手塚治虫原作の、ね、ものをやろうとしてるのがあるんですけど、おお、すごいお話が、これがねやっぱキャストがね捕まらない。へ、もうね この人がいいんじゃないかってもう自分の中でベストを言ったんだけど、もう全然スケジュール空いてない。あ、うん、何の映画だろうな、うん、まあまあその話を今いいとして、いやでもで意外意外ですけどね、なんか川崎監督の方がなんかキャスティングは難しそうなイメージ。確かに、そうそうそう、こっちはねほら手塚治虫原作だしさ、うん、あのすぐ決まりそうだけど、やっぱそういうもんじゃないんですよね、うん、やっぱりそういうビジネスの条件っていうのもあるしね、うん、やっぱり内容ってことにね。でも今確かに川崎さんの見てると、うん、あの内容でみんな出るのにどうしてバルボラに出るの。あの内容ってまあね、俺らがちょっとちっちゃい映画なんでね、やっぱね、まあいろいろね、あの俳優さん、新しい風の人とか出ないですやっぱね、あのスマップ、うん、元スマップの、ね、あれ五郎ちゃんとか新しい風の人でしょ、あの人は。新しい地図、地図、新しい地図、あ、地図一瞬何かな、何がなかったですか。いやね、ああいう人たちと僕もねやってみたいもんですけどね、うんね、うん、だからその本当に、このバルボラはそのあの主演の2人、それからクリストファー・ドイルさん、それはまあ他にもいろんな有名な人出てるんですけど、全員のスケジュールがそのね、これ実はあの3週間ぐらいで撮ってるんですよ、撮影。その3週間に全員のスケジュールあったって結構奇跡的な話 で、うん、でそこがもうあのここしかもうないっていうようなところで作ったんですね。だからそれ1ヶ月ずれたらもう成立しないっていう、あ、うん、成立しないということはどういうことかっていうと、1人抜けちゃうともう企画が成立しなくなるんですよ。だからそうするとこの映画はもうそこで終わりっていう、なしっていう、だから全員もその人ありきで話が進んでるってことですもんね、もう。そうですね、もう その顔ぶれでやろうということになっちゃうと、これ外せないんですね。これあれですよね、そもそも僕漫画大好きなんで、手塚治虫さんのバルボラを
手塚誠監督がやるっていうだけでテンションが上がったんですけど、そもそもバルボラってお話って手塚治虫監督、あの治虫先生の中でもちょっとマニアックな、かなり映画化しにくいっちゃしにくいかじゃないですか、大人向けに、そうそうそう、あれですよね、ぬかがさんがいろいろ説明をバルボラの説明していただけるんですよね。あ、そういうふりあります、はい、僕そ飛ばそうと思ってたんですけどもうでも今更ね、さっき予告見たからそれ説明しなくてもいいと思うんですけど、いやこれ単純にやろうと思ったのはこれだったら予算かかんないだろうっていうね、うん、あ、手塚治虫の原作ってお金かかりそうなのばっかりなんですよ、ね、火の鳥とかブンダとかね、アトムにしても何やってもこれハリウッド並みにお金かかるじゃないですか。確かに。でもバルボラってあの新宿の舞台のなんかのね、その不老者の話だから、一番お金かかるんじゃないですか。なるほどなるほど。そもそもバルボラってだから、そのバルボラって ね、風天のフラフラしてる女の子と有名な作家さんが出会うラブストーリーなんですよね。はい、そうです、うんうん、だからね、まあこれだったらね、あの割とあの安いお金で作れるだろうという。あ、なるほど。うん、そういうことなんですね。そもそもその治さんの作品を撮られるというふうになったきっかけとか何かあったんですか。いやだからあの、いつもいろいろ企画考えてるんですよ、はい、今までもなんかいろんなのやろうやろうってやってきたんですけど、やっぱりあの出演者が決まんないとか、はい、お金が集まんないとかね、うん、そういうことが結構あって、だ企画が途中で止まっちゃったりとか、うん、なんか中国と合作でね、中国と香港、台湾、日本全部合作で、ブラックジャックやろうって話だったんですよ。これも途中までね、脚本まで進んだんですけどね、結局実現しなかった。そういうもんなんですよ、なかなかね企画ってあの難しくて、うん、でも多分あの B 級映画じゃないからだと思うんですよね、ブラックジャックって言われたらとか、ね、確かになってくると、もしかしたらもうちょっとスルスルっと企画が進むのかもしれないですよね。そういうもんなんですね。いや、そういうもんですよ、うん、キャスティングの話もそうですけど、なんかその参加するなんかハードルというか、なんか BK 映画だったら楽しくワイワイワーって飛び込んじゃえみたいなノリでいけそうな感じしますけど、うん、確かにバルボラみたいなやつってこっちも相当なこうなんか覚悟を持って挑まないといけないっていうところがあって、あの俳優さんにね、もう有名な俳優さん、はい、名前出せないんですけど、うん、お願いしたら、まあ、この役はもう本当にやりたいと、はい、もうどうしてもやりたい、だけどもう自分には無理です、ね、あ、そういうお手紙いただいたこともあるんですよ。 そういうことになるんですね。そこまでやっぱり真剣になりすぎちゃうっていうね、はい、ことだと思いますけど、テーマがあれですもんね、作家の人の、まあ、葛藤じゃないですけど、その作品作りの葛藤みたいなところ、やっぱりその現実と幻想の間を行ったり来たりするようなちょっと内容ですよね、うん、はい、だからその作家の人っつってもその生で演じてる時とその幻覚を見てる時っていうのがあって、その幻覚を見てる演技って割り切っちゃえば、うん、そんな難しいことじゃないんですけど、なんか真剣に演技しようと思うと難しいんですよ。どういう心理状態になってどうすればいいんだみたいな、はい、だから意外だったんですけど、これ二階堂ふみさんがねとても素敵に演じてくださって、はい、だから彼女はすごくその聡明に理解して役柄を理解してやったんだろうなと思ったら、後で聞いたらねさっぱり分かりませんでした、うん、あのこの役は何どうやったらいいのか全然分かんないと、そもそもその存在が何だか分からないって言うんですよ、うん、いや本当にいる人間なのか幻想の中の女性なのかも分かんないし、ね、はい、だからもう考えることをあの諦めて、うん、ただ演じただけですみたいな。ああ、うん、魔女なんでしょ、魔女っていうか魔女、まあ、原作はねちょっとそんな話なんですよね、うんうん、お母さんが渡辺えりさんでね、この映画の中ではそうです、爆笑のね、はい、漫画から出てきたみたいな、ね、原作通りの、うん、原作の中ですごいルックスの役なんですよ、うん、それで最初はねあの特殊メイクしようと思ったの、うん、あの百武さんってわかる、あ、まあ、うん、百武さんにやったんだよね、百武さんにね、うん、その特殊メイクするからって、原作そっくりの顔に作るからって言って、で顔の型取りも全部やってそのパーツも作って、でそれをいよいよそのあのつけようかどうしようかって時に、まあ、衣装合わせでね、ああエリさんが、うん、衣装つけたら、あ、特殊メイク必要ないやとそのままでどうぞっていう感じになってね、それは笑えるね、強烈でしたね、百武さんずいぶんいろいろやってくれたんですけどね、だいぶカットしてしまいましてね、うん、僕のアウターマンという映画でもね作ってくれたんですよ、はいはいはい、ね、ヒーローのお面をね、うん、そういうなんか面白いね、そういうね裏話はねやっぱねうん、バンドマン映画界のお三方も未来に見たということで、見ました、ね、ぜひ一人ずつちょっと感想を聞いてみたいところですね、僕はあの原作読んでないんですけど、あのなんで映画だけの感想になるんですけど、あの僕はあのバルボラ
二階堂ふみさんはもう完全にあの幻想の人だと思いましたね。あの主人公の人のこの作品作りの中の妄想の、うん、自分の葛藤してる部分がこのバルボラとして出てきたっていうふうに僕は認識したんですけど、っていうのはなんか途中こうやって再会するじゃないですか、はい、あの結婚式終わった再会するとき、はい、髪の毛なんかその時は二階堂さん黒なんですけど、はい、また逃亡するときは金髪になってるんですよ、はい、あれなんでだろうって気づいた、はい、理由ですか、なんなんですかね、あれですか、はい、あれはね、あの後いろいろあったんですけど脚本カットしちゃったんでね、あ、いきなり飛んでるんで、なるほど、そういうことなんですね、そういうこともあるんです映画の中では、ね、なるほど、いやだからなんか僕はてっきりまあ、もう幻覚を見て人違いをしてて、でその逃走劇に妄想の中で行ったっていうような認識だったんですけどね、はい、うん、まあ、違ったようだね。いやいや別に違ってないですよ。だまあ、映画って見た人がね、いろいろ自分はこうなんだってこう思い込んでくれるのがいいとこだと思うわけですよ、はい、だからまあね、もうなんつうの、疑問の余地の入らないね、あのまあ川崎さんの映画とかね、イカレスラーって言われたら疑問の余地が入らない、疑問しかないんで直接言います。でもなんか逆にそういうね、疑問が残るとか、あと自分なりに考えて多分こうじゃないかなとかっていろいろ想像を巡らしてくれる映画って、そういうのを僕好きなんですよ、キューブリックの映画ってみんなそうでしょ、うん、そうね、ヨーロッパの映画でね、そういうの昔、ね、キューブリックの映画ってわけわかんないけど、ね、ね、みんななんかいろんなこと言うじゃんね、うん、それあ、そう、余談だけど八尾純一さんっているじゃないですか、八尾純一 UFO、 の、はい、UFO の、はい、来てますね、俺が来てる、八尾純一がね、キューブリックに会いに行ったって言うんですよ、70年ぐらいに。で2001年の感想ね、キューブリックの八尾さんが、僕あの映画全然分かんなかったって言ったんですよ、キューブリックに。ああ、だからキューブリックがにやりと笑って、そうだろ俺も分かんねえんだよそれが答えなんですよ、それを考えたいんだって同じこと言ったらしいんですよ。それ見て八尾さんがね、うん、そうか、じゃあテレビ俺これから作るんだけど、わけのわかんないもの出そうと思ってで、UFO の番組作ったっていい話があるんですよ。いい話に落ち着きました。八尾さんに聞いたんだけどね。そうですか、うん、勝手に解釈すればいいんですよね。そうそうそう、あれ本当に信じてましたもんね、だって八尾さんの番組は。いや本当だよ、ね、本当ですよ、ね、俺エリア51行ったんだもん、うん、石田純一と石田一世と、テレビ番組ですごい企画です、ね、それ素晴らしいね。20年前に行ったんですよ、うんうん、怖かったわ、怖かった怖かった、うん、行ったのが石田純一と石田一世と俺だからさそのメンツも怖いですよ、ね、そこは怖いって言ってそのいや全員信用できないんですよ、はい、いやその時にもうなんか埋め込まれてる可能性ありますね。本当に UFO 出てきてちゃんと放送したの、日本テレビで怖くなっちゃって、UFO 出てきたんですか。出てきたんで、で怖くなっちゃって俺もね、でホテルでこれ記憶消されてるから多分書いとこうと思って消されてなかったね。どこまで近くに寄れるんですか、エリア51って。いや基地の中入ったんじゃないんだけど、その手前まで行けるんですよ、近くまで、本当に出てくるんですよね。で東京帰ったら石田一世が麻薬で捕まってて怖い、もうなんかいろんなこと忘れようとして思うんだけど、いろいろ怖い、宇宙人側もね、 NASA の側もこの人たちを見せても大丈夫だろうと何言っても妄想確かに信用されないだろうからっていうことで見せてくれたんじゃないかと思ってるんですけどねいや本当怖いんだから、もうあーすごいな、ね、UFO は UFO アブストラクトされてるね。 UFO 好きでしょ。好きってどういう意味好きでしょって見たことは言えなくなってきました。見たことがあるのかっていう。見たことない。あ、ないんだ。ないんですよ、僕、うん、僕はありますよ。ああ、まだ UFO の番組になっちゃったいいですよ、俺方向がそうそう、でもね、バルボラの話をしてごめんごめんごめん。いやだからそういうね、見たことないものとかさUFO とかお化けとか、うん、見たことないものをこう感じさせるっていうのが、まあ、映画の面白さだっていうふうに思ってたよ、ずっと、うんうん、まあ、妖怪の映画好きだったしね。だから、まあ、バルボラっていうのは一種、まあ、そういう意味で言うと妖怪なんですよ、うんうん、でも可愛い女の子の姿してるけど本当にいるかどうか分かんないし、人を振り回すしっていう、うんうん、そういう存在がいてほしいなっていう、まあ、ある種願望みたいな、そういう映画ですよね。なるほど、うん、これ普段バンドマン映画界って一本の映画を見て、でまあ3人なりその、友達のバンドマンの連中がみんな来て
ただただ映画について話すんですけど、今日は目の前に答えが若干今答えが出ちゃったか確かに感想言いなさいよ僕はいやまずやっぱその主演のお二方の脱ぎっぷりにもうちょっとどぎも抜かれちゃってふわーってなって、でまあやっぱその漫画原作ですけど、まあ映像にした時に一番そのぐわってくるのって多分ああいう肉体的なエロスの官能的なシーンだなと思って、そこはもう本当印象にすごい残ってますね。それはもうやっぱキャスティング大変だっただろうなっていうのは確かに腑に落ちるところあります、ね。まあ手塚治虫の絵って線が綺麗なんですよ、はいはい、だからえげつない場面を描いたとしても綺麗なんですね、はい、その品があるんですよ、はいはいはい、だからそれを、が現実に俳優さんがやった時に、まあ、本当の肉体をさらすけちゃうとその品が消えちゃう可能性があるから、はいはい、それをその手塚治虫の品を残しながらでもやるべきことはちゃんとやるようにしなきゃいけないっていう、はい、まあ、そういう演出なんですね。確かにでもすごいなんか美しい絡みだなというのはすごい思いました、うん、だからあんまりなんかこうね、そのベタななんかえげつない感じのそういう場面にはしたくなかったのでね、はい、あの水の中でキスしてるシーンとかすごい綺麗だったな、あれ大変だったですよ、ね、あれでは大きなプールを撮影所の中に作って、うん、で川崎監督だったらその辺のプールで撮っちゃうかもしれない。プールで、ね、そりゃそうですよ。そう ラブホテルのプールが ね, あるからね。そうしたらね、そう僕もあのプロデューサーとかね、僕らもね、じゃあプールで撮ろうかって、プールもねちょっと撮影で使ったんですよ、はい、じゃあこのプールで撮ろうかっつったらね、あの撮影のドイルさんがこんなとこじゃ俺は撮れない、ね、やっぱそうなんだ、ここじゃ無理だ、うん、その理由はね、自分が潜んなきゃいけないからね、あ潜んの嫌だっつって、うん、だからあれそのちゃんとその撮影用 の, あの組み立て式のガラス水槽があって、そう横にガラスがあってね、その中が撮れるような、じゃあイケスみたいな感じなんですか。そう イケスみたいなやつ、ね、イカとかいるような感じとかに、でっかいイケスみたいな、ゴロちゃんとふみちゃんが入って絡んでるのを撮ってる、イケスを撮ってるという。そうなんです。画面外にイカがいるかもしれなかった。でも人間の体って浮くようになってるんですよ、あんま沈まないんですよ、ね、だからしかもね、2人でこう抱き合って沈むって結構難しくて、泳がないといけないんじゃないの、こう、うん、だから潜水みたいに、せーのですごい潜って、それだんだん浮いてきちゃうんだけどね、それをこう一生懸命こうこらえてもらったりとか、ね、十数回潜ってもらったら、これ僕写真も撮るんであれなんですけど、それこそ今何回も名前が出てる撮影監督がクリストファー・ドイル監督、はい、恋する惑星とかで映画お好きな方は分かるかなと思うんですけど、ものすごい個性的な絵を撮られる監督、撮影されるんで、僕手塚監督のイメージはまたやっぱりビジュアリストって言われてたんで、すごく映像にこだわりがあるなと思うんですけど、どうやってドイル監督と手塚監督で打ち合わせをされてあんな美しい映像になったのかな、今ねおっしゃってそのドイルさん個性的な絵撮られるって言うんですけど、実を言うともちろんドイルさんには個性あるんですけど、うん、彼撮影監督のプロですから全部監督に合わせてるんですよ。だから例えばウォン・カーウェイの映画で素敵な映像だっつったら、あれウォン・カーウェイの指示なんですね。うん、だから監督が変わるとその人に合わせた絵を撮るって、あ、うん、まあ、だからいい意味でプロなんですけども、うん、だから彼にも考えがあるんだけども、まずその監督はどういうふうに撮りたいのかと、もうそれをもう常にいつも監督はどう撮りたい、監督はどう撮るんだ、うん、どういうふうにするんだって、それをこう聞いてくるんですよ。で日本のカメラマンってあんま聞いてこないんですよね。聞いてこないんですよ。でも彼はね、もう本当に打ち合わせのたびにね、もう何時間でも打ち合わせしたいっつって、ね、あとルックね、うん、ルック要するに色味のカラコレ、はい、こうどういうルックなんだっていうね、そうことを言うよね。そうなんですよ、ちゃんとしたカメラマン、ちゃんとしたっていうか、そのだからトーンにしてね、新宿の街並みなんかが本当にいつも見てる新宿は違う空気な感じで、うん、そう、それでその、うん、僕もね、そのネットでいろんな新宿の景色とか、それ僕がそのイメージする写真を何十枚も集めてきて、でそれをドイルさんに見てもらって、こういう色で撮りたいとか、こういう明るさにしたいとかね、ずっと見て、で基本的にやりたかったのは、まあ、今日のネタと無理やり結びつけるわけじゃないんですけど、昔 の, 40年代のハリウッドの B 級映画っていうのがあるんですよ。フィルムノワールと言われてたんですね。要はそんなに照明にお金かけて明るくしないんですよ。影を強調して薄暗い
なんかちょっとやばい感じの映画、うん、フィルムノワールって言うんですけど、それの現代版をやりましょうって、だから フィルムノワールですって言ったら、もうドイルさんはその分かってるから、うん、ああ分かった分かったと、うん、暗くするんだなと、影出すんだなって、うん、そういうとこから話し始めて、であとはもうそれぞれのシーンについて細かく打ち合わせしていくんですね。ただ彼は本当にロケ場所にすごくこだわる人なんで、やっぱ彼はロケが得意なんですよ、スタジオよりも。だからロケ場所はものすごく丹念に本人が探してきて、うん、こっちでこれどうですかって言っても、これはちょっといまいちだとかって言ってね、じゃあ新宿の街もこっちがいいぞみたいな。そうそうそうさっき言ったけど大宮なんでしょ、あれ最初の場面はね、新宿じゃなくて大宮なんですよ。そうなんです、あの新宿の駅の地下で撮りたかったんですけど、新宿の駅の地下って撮影許可下りないんですよ。あ、常にね監視カメラもあって見回りも来るから、あのそんなゲリラもでも撮れないしね。あ、なるほど、うん、でもゆっくり撮ってあげないと、やっぱり主役の人たちにね、これゲリラだからっつってね、あのさあ逃げろとかっつってね、稲垣さんと一緒に走って逃げるわけにいかないんですよ。稲垣吾郎さんと二階堂さんが走って逃げるね。うん、できないんでね、だからちゃんと撮れるようにっていう感じで。でも中で一箇所ね、歌舞伎町で、その二階堂尊さんがさまよってる場面があるんですよ。あれは歌舞伎町、印象的なとこ、あれはいきなりドイルさんがここで撮るって言い出して、でそこは歩いて、二階堂さん歩いてって言って、だから全然僕の方からの指示じゃないんだけども、今すぐ撮るって言って撮った絵なんですね。もうゲリラ撮影ってことですよね。まあまあ一応許可って言っても、まあ大した許可は下りないんですけどね、うん、そう、それがすごく良かったりとかね、そういうこともあるんで、そういう時にはやっぱりあのクリス その本人の良さが出ますよね。なるほど、うんうん、めちゃくちゃバンドマン映画界的にはめちゃめちゃ普段は聞けないお話ですから、ね、普段こうじゃないかって答えがあるっていうね、僕らがどうなんだろうなっていうところがあってすぐ問いかけられる。まあでも確かにあのシーンだけちょっとこうなんか異質というか、あそこは他の流れともちょっと違うところにあるなっていう、すごい印象深いですよね、うん、ただやっぱりあのドイルさんは全部の映画の中のイメージをちゃんとこう理解した上でやってるので、はい、だからそのすごく細かい話もいろいろしたんですよ。例えばその手持ちで撮ってる時はわざとフレームを外してほしいとか、あ、うん、あの時々フォーカスが合ってなくてもいいから、その雰囲気も欲しいとかね、カメラが揺れちゃってもいいとか、そういうことも全部言ったんです、はい、したらもう彼は全部分かってるから、ああ分かった分かった、うん、もう全部俺に任せとけってすげーかっこいい、うん、それはね割とやりやすい。英語で話してるんですか。そうそう片言の英語でね。そこ気になるよ、ね、みたいな、すごいなみたいな。でも彼は日本語一応理解はするんですよ、うん、あの日本通だから。でも日本語喋れないし、うん、だからまあ一応片言でもこう英語で話してあげればちゃんと、ね、映画ってどこで撮るかっていうのは問題でね、うん、俺みたいにちっちゃい映画で もうどこでロケするかっていうことがね、いつも苦労してるんですよ。やっぱゲリラとかって多いんですか。いや、ない。あ、ないんですか。もう全部ちゃんと許可、警察に許可取って、うん、お金払って彼氏、はいはい、昔はねゲリラって割とね許してもらえたんだけど、今はもうできないですよ。あ、そうなんですか。基本的に何かあったらそこで制作中止になっちゃいます。うわー、めちゃめちゃリスキーですね、うん、あの俳優さんにもリスキーだし、はい、それはなるべくやらない。それは絶対できないですね、うん、それとあの、バルボラの中にはいろいろ街が映ると同時にその街に人がいっぱい映ってんですよ、はいはい、街並みに なんとなく人がいっぱい映っててね、なんか疲れたような人がいっぱい映ってんなとかって、あれ全部あのエキストラでしょ、うん、エキストラとか俳優仕込んで演出つけて撮ってるんですね。だから街にいる人勝手に撮っちゃいけないんです。あ、肖像権っていうのがある。昔は撮り放題ですもんね、うん、昔の60年代70年代、まあ、明らかに何十人もいるのをね遠くから撮るとかそういうんだったらね大丈夫なんですけど、もう顔が分かる大きさに撮ったらもういけないんですね。なるほど、うん、だからそれはもう全部あの俳優さんとか仕込んでやんなきゃいけないんで、うん、うん、めんどくさい時代ですよね。そうす、あと個人的に音楽がかっこよかったっていうのと、うん、ミュージシャンの方だよね、はい、あとライブシーンもありましたよね。はいはいはい、ライブシーン、はい、あー、ライブシーン良かったですね、うんうん、星屑、まあ、話変わります。星屑兄弟とかはなんかもう見たんですけど、急に今違う映画の話になった。そうそうそう、その、いや今日はさ、ほらバカ映画の話だから星屑の話がメインかなと思って、バルボラに行くとは思わなかったっていう感じでしたね。星屑のね、俺たち見てめちゃくちゃ楽しかったよね。好きなやつですね、あれ。バンドマン映画界たまんなく好物のタイプ。お二人は どういう音楽を普段聴くのかなっていうのが気になりましたね。その若大将、いやもう加山雄三ですよ
その普段からってこと、かやめぞクレイジーキャッツしか聞かないですよ、ね、地下ですか。いやいや、まあまあ基本はそれなんでね、はい、まあでも全部いろんなの聞きますよ一応。もうここの東西のものは一応、でも全然やっぱ最近のは全く分かんないですね、ドルガバがどうのこうのとかね、はい、ちゃんと聞かれてるんですね。もう香水だかなんだかこれは。やっぱあの星屑兄弟の伝説に尾崎恭彦が出てるんですよ、出てます、はい、また会う日までの一作目ですね。僕は昭和歌謡も大好きなんでね、はい、これは堤京平先生が亡くなってライブも行ったんだけど、やっぱ昭和歌謡のサウンドが好きなんでね、尾崎良かったでしょ、星屑兄弟の、いや歌うまくてね、本当に聞き惚れちゃいましたね、歌はすごい、アトミックミナミですね、あれ、結構あの、その当時のねインディーズのミュージシャンがいっぱい出演してるんですけどね、そうそう、みんな尾崎さんのとこ行ってね、歌の歌い方教えてくださいってなりますよ、高木かね、直接いろいろね指導を受けてましたよ、菅さんも、カンちゃんは受けてなかったね、シンゴとかね。そうなんだ、その星屑兄弟というのは僕のデビュー作なんですけど、あのプロデューサーがその、一瀬隆重って さ,、さっき言ったね、あのどっか行方不明になっちゃったプロデューサーなんですけどね、それは要はその劇場映画なんだけども、自主映画をやろうというノリなんですよ。だから基本的にプロの俳優とか使わないで、アマチュアだけ集まって映画を作れないかと、それを劇場でやったら面白いじゃないかっていうね、その学生映画のノリを劇場に持ち込むっていう実験なんですね。だから出てる人ほとんどミュージシャンとか、そういうその俳優じゃない人たちなんですよ、文化人だったりっていう。でその中で尾崎清彦さんって僕あの俳優もやってるって思い込んでたの。どうしてかっていうと、そう、大林信彦監督のハウスっていうかに出てたから、あ、この人は俳優もやるんだと思って、それであのお声をおかけしたら面白そうだから出るよって言ってくれたんだけど、出演が決まった後になってから俺俳優じゃないんだけど、いい、確かに演技とかね全然できないんですよ、でも歌はやっぱり最高に良くてね、でもなんか僕はそのプロの俳優はもちろん訓練されていて、どんなあの場面にでもこう対応できるんだけど、その素人は素人の味っていうのがやっぱあるんですよね、もちろん。そうなんですよ、だから映画に出せない人はいないっていうのはやっぱ僕らの持論があって、その人に合う役を振ればどんな人でもスター並みのことはできるんだと、むしろ棒読みが一番難しいですよ。あ、棒読みは難しいですよね。やろうとするとってことですか、意図的に棒読みしようとすると難しいっていうことですか、なんか変な知恵ついちゃってみんなドラマ見てるから、素の人ってなかなかいないでしょ。例えば柳智秀さんって言ったでしょ、柳智秀、おじいさんの、小津安二郎監督、小津安二郎、東京物語とかね、どうしたんだとかそういうね、あと、まあ、藤田進とかね、なまってんですけどね、まあそういうだから棒読みなんですよ一般的に考えたら、でも存在感があるから、俳優としてね、いいという、あれもでも小津監督が作り出したキャラクターみたいですよね、全部細かく指示で、こういう風な抑揚でこういう風に喋ってくれとか、小津監督も変態ですよね、すごいですよ小津さんとの演出はね。普通俺たちさ、こう例えば飲む時にね、こう飲んでこう飲んでおくとか、そんなことはほらいちいち任せるじゃないですか、小津監督の変態だから、ここをこうやってこう来てやるらしい。そうコップをどの辺まで持ってきた時にこのぐらいのテンポでこういう風に喋って置くのはどのきっかけだとか全部決まって、それができるまで何回も撮影しなきゃいけない。あの人の悩みともカメラ目線とか関係ないですよね、要するに映画ってイマジネリーラインってあるからさ、ね、こっち撮ったらこっち撮って、こっち見てないとおかしいっていう基本があるんだけど、オズ映画って全部カメラ見てるんですよね、カットあれ関係ねえじゃないかっていうね、すごい厳密に演出してますよね。そうそうそう、だから巨匠なんだろうけどね、昔の監督は結構そういう人多かったみたいですね、細かく一挙一動っていうんですか、一挙手細かい人でしょ、どこで立ち止まってね、どのぐらいの角度でこっち見えてみたいな、本当うるさかったみたいな。東映画で撮影所があった時の映画でしょやっぱ、そうですよね、役者さんもすごい人いっぱいいましたよ、小林明治さんとかね、ウルトラマンのキャップとか、仮面ライダーのおやさんとかね、すごいんですよ、カメラがこう来てこう移動で来るんだけど、もうちょっと入ってないとか言うんだけど、たら小林さんがね、あと10センチ足りないんだとか言うんですよね全部分かってん画角が、
すごいよね、やっぱね。そういう人いたでしょ、やっぱ。うん、います、います。ベテラン。何回リハーサルやらせても3センチずれないっていう芝居を繰り返す人。誰ですか？あの、桜井千里さんとか、ね。クレジーキャッツの。クレジーキャッツの。そこで桜井さんにね、酔っ払った医者の役ってやらせたんですよ。何の映画？あの、白痴という映画。ちょっとだけ出てるんです。その時に撮影前にマネージャーが来て、監督お願いだから本番前に飲ませないでくださいね、あの人お酒好きなんだけど飲んじゃうと仕事にならないって言われたんですよ、ええ、絶対飲みたいって言っても監督止めてくださいって言ってきたんですよ、はい、で撮影前に僕が楽屋に行ったんです、はい、そしたらもう飲んでたすでに遅かった。いや監督ね、これちょっと飲んだ方がね雰囲気出るんで、もう顔赤いんですよやばいなと思って、大丈夫かなと思ったんですよ本番ででもね、その、カメラの前でリハーサルしてもこれモニターで見てたんですよ。で彼がね、その中で、うん、5、6人人が出たり入ったりするような芝居、うんうん、で彼がなんかちょっと芝居やってスッと下がるんですよ。何回リハーサル繰り返してもね、やっぱ3センチずれないんですよね。すごいね、すごい。帰ってくれって言うまではね、絶対最初の芝居をあの保持するんですよ。で昔の俳優さんみんなそれができたんですね、うん、でクレージーミュージシャンだから。でもあの人たちは、あ、そうですよね、タイミングとかそのテンポとかね、そういうのを覚えてるんですよ。で同じ映画にあの榎並京子さんっていうね、あ、大芸のね、あの、はい、あの女優さんがして、もだから撮影所で育った最後の大女優ですよ。そうそう、美人女優で本当にあの厳しい人でね、もう衣装のことがうるさい方だったんですけどワンシーンワンカットでこう芝居して、すごく良かったんですけどね、ちょっとその芝居しすぎちゃったのね、うん、それであの僕が素晴らしいしあの芝居だと、うん、江上さん本当素晴らしかったんだけど少しだけ短くしてもらえませんかって言ったんですよ。そしたら、うん、分かった、いいわよ、あと何秒って聞かれるんですよ。怖い。あ、じゃああと30秒でよろしくお願いしますって、分かったわってこうやって芝居してもらって、で記録の人がスクリプターが測ってんですよ、うん、短くなったって言ったら、まあ、短くなりましたって、どのぐらい短くなったらぴったり30秒です。すごいですね。すごいですよ昔の俳優さんはね、すごいですね、うん、だから僕らも逆に演出してて勉強になるでしょ、うんうん、俺も小松政夫さんっているでしょ、植木俊の弟子の亡くなった、はい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 、小松さんテレビに出てもらっていつものねネタやってもらったんですよ。であんまり面白かったから、すみませんもう一回やってくださいって言ったら怒られましたよね俺が見たかっただけだっていうやっぱ昔のファンの人が出ちゃうとね、もうそういう天才は1回でいいんですよ、映画の場合。あ、そういう芸人さんとかね、そういうミュージシャンの人、うん、もう持ちネタある人は反省してね、やっぱ1回でよかったんだなってまあでも演出しててね、よしあしなんですよね、その全く同じの繰り返しって、それがいい時もあるし、あ、変えてほしい時もあってね、やるたびにちょっとずつ違ってもいいんじゃないかっていう時もあるから、それはもう場面とかその役に応じてなんですね、うん。でバルバラに話戻すと、あのそのベッドシーンがあって、それはもう最初から僕がプラン立ててて、もうワンカットでいきましょうと、うん、あの出来上がった映画では細かくカットを分けて編集してるんですけど、うん、撮影の時にはもうバーッと長くカメラ回すんで、まあ、ずっとやっててくださいと、うん、やっててくださいって言い方あれなんだけどまあね、ズバリそういうことですよ、うん、そうするとね、稲垣さんとはやっぱ冷静で、あの2人とも冷静だからよく分かってて、だから、ああ分かりましたって、で稲垣さんは、あ、ずっとやるのはいいんだけども、とりあえずこの体位を決めていきましょうと、最初どっからどう入っていって、でどっちが上になって、この辺でこう起きてこうしてこうしてって、その決めてもらえませんかって言ったんですよ。でやっぱさすがスマップやってた方だから、あのダンスの振り付けとか、あれ1回振り付けの人やって全部頭に入れるんですよね、うん、バラエティとかでもね。だからその1回どのこういう段取りでこうやってこうやってこうやってこういう感じでこうやってこういう体勢に入ってこうやってくださいって言ったら、うん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 って全部頭の中でやって、あ、分かりました、じゃあそれでやってみますからって言って、あとはちょっとずつ変えてみますねみたいな、あと淡々とねやってる。なるほど。プロレスですね。プロレス。まあ言ってみればね。言ってみればそうです。今ダンスかなと思ったんですけど。プロレスだったんです。うん、だから僕もああいう場面っていうのはやっぱ大変かなと思って、その時間もかかるしね、ちょっといろいろセンシティブだから大変だろうなってこう覚悟してたんですけどね、案外こうスルスルっとこうできちゃったんで、苦労なくて、やっぱそれは俳優の力ですよね。なるほど。バルバラ R18 なんですか。15か、うん、かなり過激だけどね。そうですね、15歳中学生ですか。15歳って言ったら中学生の時にこれ見せたら結構あれですね、いろいろ人生、今後の人生ちょっと変わっちゃうでもそれこそ手塚治虫先生がバルボラを書かれてた頃、
真さんは12歳それぐらいの年だったんで、ね、漫画はほらそうエイリンじゃないからさ、はい、いくつでもね、うん、昭和45年ぐらいでしょ、うん、昭和で昭和で言われてる47年ぐらい1973年あ、そう、俺あの本の原作買ってんですよ、うん、あの初版でね、うん、意外にもいや今日僕らせっかくだからと思って買ってきたんですけど、おそれはあの最初のあのあれですね、オリジナル版が連載の見れるということで、こうよ、うん、でこれめちゃくちゃ面白かったです、うん、結構ね僕あちこちでもう話しちゃってるネタなんであれなんですけど、うん、まあ、初めて聞く人もいるんで、これうちのお父さんがこれ書いてる時って他にもいっぱい連載持ってるんですよ、うん、で火の鳥書いてるんですね、はいはいはい、でブッダ書いてるんですよ、はい、でバルブラ1年の連載で後半からはブラックジャック書いてるんです、はいはい、でブラックジャックとバルブラとブッダと火の鳥を一度に書いてたってことです、いやもうとんでもないです、本当にすどういうこと、いや本当に、うん、で鉄腕アトムも確かね単行本用に月1かなんかで書いてるんですよね、凄まじいですね、うん、すごすぎるよ、もうすぎる、すごいですよねそれ考えたらね、天才すぎる、まあ普通の人は真似しない方がいいですあの頭がおかしくなると思いますいや真似できないね、ありがとうございます、すいませんちょっとあの進行の関係ですいませんぶった切ってしまいまして8時までですからね、これからですからね、すいません 本当はもっと喋りたいんですけど、はい、まだまず続きますけども、まあね、この2人揃ったら徹夜っていう感じじゃない、徹夜これは行きますね、朝まで、これは行きますね、まあ、YouTube 切っていただいてちょっといくらでも話があるんでね、確かに、いやバンドマン映画界の方も、はい、あのつらすさんがあの撮られたヒアのあれです、鶴岡さんが撮られたヒアの映像があると、はい、先ほどちょっとその楽屋で MV の話も少ししてたんですよね、なので、あのここでちょっと一応うわ恐れ多い、皆様で僕らのバンドの、MV を実は彼がアニメーションで作ってくれた曲があってとセナちょっと見ていただきたいなと思ってワンコーラスで、ワ、ねね、ンコーラスだけ、はい、見ていただきましょう、行きましょう、いきますよ、ちょっと待ってください、今準備します、ね、はい、恐縮ですね、本当に行きます、はい、お願いします、これもう止まった、10秒まあなんか好きに作ってくれというオーダーだけが来たんで好きにちょっと作ったんですけど、鶴岡君はミュージシャンだけどアニメというかこの そうです絵を描くっていう能力で今回アニメーションの PV を作ったわけだよね、そうですね、まあ、あの自分のバンドの MV とかをずっとその5ヶ月連続とかでこうシングルパンパンパンみたいな出すときに、まあ、毎月なんか MV 作ろうと思ってたんですけど、まあ、当然そのお金があるわけでもないんで、で、まあ、役者さんとか それこそその撮影のなんか許可とか、まあ、なんかそこら辺のことをいろいろ考えることもできず、じゃあもうちょっと家でシコシコ一人で作るかってなってアニメーションはいろいろ作るようになってたんですけど、でそれで一本なんかそのそれこそ2分ぐらいのすごい短いアニメーションの作品を趣味で作って YouTube に載っけて、それを尾形さんが見てこんな感じで作ってくれみたいな感じで言われて、もともとイラストとかもね書いてて、そうですね、イラストはずっと書いてたんで、全部自分でやってるんですよね、はい、あいいですね、あ嬉しいっす、途中でタヌキが出てきましたよね、タヌキ、はい、俺このタヌキ社長という映画をね撮ったんだけど、タヌキ書いてほしいな、ちょっと おいくらでも、これあの扁桃炎になってる時に作ったシーンですね、扁桃炎だった、扁桃炎になってもここがもう燃えるように痛くて、それをそのままそれそのままちょうど曲のイメージとは違うんですね、全然曲はもうそもそも曲のイメージとかあれなんで、なんか、はい、これプレミアでやってるんでしょ、これはそうですね、アフターエフェクトとプレミアを、はい、あと今あの iPad でプロクリエイトっていうソフトであの手書きでアニメーションできる、タヌキ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 めっちゃ反応されますという、はい、すいません、ありがとうございます。いやいいですね、そんな感じですかね。そうですね、はい。はい、大丈夫ですか。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。
一度にね、2人の作品を紹介するっていう、ね、いいじゃないですか、面白いですよ、ありがとうございます、うん、なんかポップポップでね、うん、まあこういうね、こういうアニメのね、世界人間アニメとかね、僕らの時代からほら、はい、コツ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 、うん、そのアニメーターのね人がいっぱいやってましたからね、うんうんうん、短編実験アニメをね、うん、昔はセルアニメだから、はいはいはい、もう一枚一枚描くしかない、そうですよね、その撮影台乗せて、はい、一コマ撮るってものすごい手間なんだけど、今はいいよね、今めちゃめちゃそう考えると本当に便利になってて、もう、ね、iPad でバーって書いて、うん、でエアドロップでパソコンデスクトップに送って、エアドロップなんだ、はい、もうなのでもうデータ送信ももう全然ストレスないっていう、うんうん、もうそのプロクリエイト、はい、1200円ぐらいのアプリだよね、そうですね、あれがあればもう、もう気合さえあればできちゃうね、何でもそうですね、できちゃう、いい今度お願いするかもしれないんで、よろしくお願いします、発注するか来ますねいくらでも安いですからね、この人安いよ、全然安いお酒一杯おごってくれる、いやいやもうちょっとあると思うんだけどいやでもそういうね、やっぱいろんな人ができていて、映画ができてるんで、そうですね、映画監督って不思議なもんで、自分は何もしてないっていうかね、してるじゃない、出演もしてるし、いやいやいや、いろんな才能がないとできないですか、そうです、漫画家なんてのほら全部自分でやるけど、やっぱ映画監督ってカメラマンね、うん、あの編集、まあ編集は自分でやることが多いけど、まあ俳優がいないと成立しないじゃないですかね、そうですよね、うん、それ全部川崎監督一人でやられてますよね、全部やってそうそう、手塚氏はあのね、あのプロデューサーやってないから、俺プロデューサーやってんだよ、いや僕もやってんだけど名前出してないだっけ、あ、お金集めとか自分でやってる、あ、だから基本的に僕はその昔その映画監督っていうのがねまだ権威的だった頃に、監督っていうのはもうそういう監督だけをやるみたいな、そういう MV とかそういう CM とかそんなのやんな、じゃあどうだみたいに言われた時に嫌だなと思ったんですよ、何でもやっていいんじゃないかって、うん、それと、まあ、何でもやってきたもんね、そうそう、僕も何でもやってきたし、それであの監督っていうのをやめてビジュアリストっていう風に行ったんですよ、ああそういうことなんですね、うん、それは職業名だから監督っていうのは、だから職業じゃなくて自分は作りたいから作ってるっていう、なるほど、それ税金申告の時はどうなるんですか税金申告はあの税金申告とかあとパスポートとかね、うん、あの職業欄は僕自分の会社持ってるから会社役員でいいんです、 あそうか、それは俺もそうだ、俺も社長だから有限会社有限会社ありがとうございます、それではあのお二人 の, あの今後のですね、なんか新作とかですね、今考えていることなんか言える範囲で構いませんので、はい、あのぜひあの教えていただければなと思います、ね、はい、今ね手塚氏と最初にね出てもらったエスパレーザーっていうね DVD がこれは発売してるんで Amazon で買えたりするんでね、これは出てるんですよね、あとこれ8ミリだ、これ8ミリ、8ミリフィルムでね、8ミリ、8ミリの時代の何分ですかこれ、これは54分ぐらいですね、8ミリで54分、53分か、でこれ8ミリ再編集して作ったっていうね、はい、あと最近2年前から手塚氏にわざとネタで持ってきたのね、そうこれも僕が出てるんですよ、マッドサイエンティストの役でね、そうそう無理やりね出演、似合いそうですソリユちゃんというね、すごい可愛い美少女のねポップな、これちょっとミュージックビデオっぽい、MV、まあ、映画で、うん、もう MV で、うん、MV なんだけどちょっと映画っぽくしたんで、そう、珍しくね B 級のノリのない作品、そうですよ、真面目に作りました、いらっしゃいました僕もでも手塚氏が出るとかはちょっと狂ってるっていう感じ、ね、もうちょっとやればよかったね真面目にやね、真面目にやる、出るの好きなんだよね本当、うん、あとその優勢王子っていうね映画を今編集中なんで、どんな映画なんですか、え、どんな映画、優勢から来た王子が活躍する映画です、まあきっとそうでしょうねまあそうでしょうね、そうでよかったです、そうでしょうねこれリメイクなんですか、ウルトラマンより先にね、俺の生まれた年にテレビでやってた映画なんですよ、テレビ映画昔あったんですよね、優勢王子、月光仮面の後に最初漫画だった、ね、いやテレビのドラマが最初、ドラマの後漫画が漫画になった、うん、でもう63年前だから、うん、もう見てる人は全員ね、まあまあ、俺ぐらいの、まあまあ、70年で誰も見てないからマウント取られないっていう、ね、あのリメイクするとあれ違うじゃないかっていうやつが出てくるんだけど、これはもう誰も覚えてないから確かに題名ぐらいしか覚えてないすごいですねそれもね、ロボットが出てくるんですよこれね、レトロなロボットが、今時このレトロロボットが出てきて、うん、戦うっていうね、これ全力で今
9月公開かな、秋に公開予定なんで、ね、なるほど、はい、やってますんでね。ありがとうございます。これでもちょっと、ま、真面目な映画っぽくないですか。いや、そうなんですよ。本当ですか。いや、これはだから新ウルトラマンってあるでしょ今。はいはい、あ、ありますね、はい、庵野監督の、うん、あれもウルトラマンなんだけど、うん、こっちもだからウロデンウルトラマン作るような感じで作ってるんですよ。あ、俺のウルトラマンこれだみたいなね。新遊星王子にするか。新つけちゃう。カタカナ、カタカナ、さすがカタカナ。向こうとはちょっとね、向こうはメジャーなんで、こっちはマイナーの中でやってるっていう、ね、なるほど、こういう映画秋に順調にいけば公開なんで、ありがとうございます、はい、楽しみです、ね、楽しみです、よろしくお願いします、はい、お願いします、はい、で、あの先ほど見せたそのバルボラが、DVD とブルーレイになりますが、これ完全予約制なんです。そうですね、一応日にちが4月16日から6月28日まで、はい、そうなんです、6月28日のまでに予約をしてくださった方のみ、お届けをすると、はい、ということで、あの一般では買えないというようなシステム。特典映像は、特典映像ね、あのいろいろメイキングが入ってます、それからあのインタビューも入ってますし、あとカットしちゃった場面、要するに未公開場面ですね、先ほど話されてた、そう、それがいくつか入ってますね。あ、気になる、うん、特典部分は何分なんですか。特典部分もね、結構長いです。いや、そこまでは言ってないけど1時間あとね、その音楽いいって言ってくださって、それライブでやった映像っていうのがつきますね、バルボラ の、 その生演奏映像ですね、はい、うん、あのジャズのカルテットでやったんですけど、はい、それがついたりとか、結構特典が、今回ジャズがね、そうですね、超おしゃれな音楽だったよね、そうですね、うん、素晴らしかったです、うん、あれあの作ってくださったあの橋本一子さんって、まあ、僕はもう長く一緒にやってるミュージシャンなんですけど、もともとジャズピアニストで、もうあのフリーとかも普通にやってた、山下洋介さんなんかと一緒にフリーやったりしてて、それからあの YMO の、 あの公演でサポートで入ってたメンバーなんですよ、うん、だからテクノからジャズ、フリージャズまでできる人なんで、だから一番本人たちの元ネタ、持ちネタでこうやってもらったっていう感じですけど、演奏してる人たちはもう本当にあのそれなりの巨匠ですよね、日本のジャズ界だ、うん、今現存している人の中では一番巨匠、現存してる現存いや、音楽素晴らしかったもんね、いや、もう良かったですね、本当に、うん、はい、で、今音楽の話になったんですが、全然その映画と関係ないんですけども、少し前にこれもあの80年代に私が作ったあのミュージックアルバムがあるんです、はい、ファンシーダンスという、これもともとファンシーダンスという映画にもなったんですけど、その漫画が原作、漫画が原作の音楽家っていうわけわからないんですものがあって、それのアルバムが出てますけども、でも出演じゃないですよね、あのボーカルやってるのがあの、イブマサトさんとかね、鴻上庄司さんとかね、はい、中澤、学者の中澤慎一さんとかね、わけわからない人たちがすごいサブカルのね、うん、巨匠が、これは当時その彼と同じで、僕もアニメで、アニメっつってもこれ手で書いてないんですけど、あの自分の家で8ミリで作って、それをクリップにして、まあ YouTube もない時代なんでね、うわ、これあの川島 バナナっていう人が作った曲なんですけど、あのちょっと音上がるかな、音上げられる、これあのそれこそ B 級映画がネタになってる、あのハリウッドのホラー映画のネタの曲なんですね。でこれ 歌ってんの第3舞台の鴻上庄司さんが歌ってるんです、ね、これ鴻上さんが歌ってんだ、そう、はい、なんかね、まあだから当時だから、そうデジタルとかもないので、8ミリでコツコツ撮って、でそれを組み合わせて作るみたいなネタなんですよ。すごいですね、しかもこれ自分だっていうね、自分なんだ、そうなんですよ、加工して、加工してね、だから結局みんなそういうところを通ってきてるわけですよ、あの一人しかいなくてね、金もなくてみたいな時に何をやるんだみたいな、あれはすごい、でそのアルバムを販売しています。で他にもいろんなあの面白いネタが入っているので、気になる方はぜひチェックしてみてください、はい、ファンシーダンスという、はい、レコードです、はい、はい、皆様チェックよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、はい、ありがとうございます。あっという間でしたね、あっという間でしたね、うわ、もう5分前ですか、本当は、一瞬ですね、本当はもう2時間ぐらい行っちゃってもいいんじゃないかっていうぐらいネタに尽きないんですけれども、とりあえず終わらなきゃいけないというもう憎むべきは時短ですね、本当にそうですね、本当ね、本当はね、お酒でも飲みながらね、やっぱ話したいところですけどね、はい、本当ね、はい、駆け足していきましたが、そうですね、はい、はい、本日はこれにてですね
残念ながらお開きというか急激寂しくなってきた終わりたくない終わりたくないっていうことですね残念ながらそうなってしまうというのが皆様に最後に一言そうです最後に一言いただきましょう映画に、ね、映画に対する思いというかねそうですねいろいろ語っていただいてはい、はい、いや今日はでも本当にバンドマン映画界が初めて監督とお話しできる機会があってもうすごく楽しい2時間でした、うんうん、はいはい、高田さん、ありがとうございます。続いて鶴岡さん、お願いします。あ、いや、そうですね。用意しなかったな。いや、でも本当、なんていうんですかね、こんな状況になっても、なんか映画の話をこうワイワイできるっていう場に呼んでいただけたっていうことがまずとても感慨深くて、まあこれからも映画館もやってないのに映画の話ができるって、ね、幸せだよね。いや、だから幸せですね。今日はでも本当にいつもの映画界じゃ絶対聞けないお話がたくさん聞けたんですごく楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。そして岡田さん、はい、はい、なんかうん、川崎監督も手塚監督もお話聞いててなんかやる気さえあれば自分のやる気さえあればなんか作れるんだなっていうのを感じましたね。なんで僕ももう臆することなくどんどん MV 監督していこうかなと今日思いました、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。川崎さんお願いします、はい、じゃあ昔ジョージ・ルーカスがね、はい、大学入った時にねなんかみんなあなたの仲間みたいに、はい、いつになったら俺たちを映画館雇ってくれるんだとか言ってたわけですよ、はい、その時ルーカスがねそのこと言ってる間に3本短編作って全部大賞もらったっていうね、なるほど、そういういい話があって、はい、それ俺聞いてやっぱルーカス好きだから俺もなんか誰かに言われる前にとりあえず作っちゃえっていう風に、うんうんうん、なってこうなってるんですよ、うん、だからもうやる気だなっていうね、はい、もうやる気満々ですよ俺も、頼もしい頼もしいです、はい、ということで本当大変な時にね今日本当こんなとこに呼んでいただいてありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。質問とかいいんですか。もう時間ないの時間がないそうなんです。したいとこですけどね次をと思います。そうなんです。手塚さん、はい、もうね繰り返しになります。映画は3つの楽しみがあって見る楽しみ語る楽しみ作る楽しみこれ3つあります、ね、だからこんな状況ですけど、うん、なるべく皆さん映画見てください、ね、どんなにネットでも何でもいいと思います。映画見続けてください。そして語ってください。彼らみたいにね映画のことを語るのもすごく映画はより楽しくなることです。そしてで作る方はあまりおすすめしません。映画を作れるのは変態だけです。そうだよね。そうだよね。これからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それでは、はい、本日はお開きということで、はい、最後に僕から、ね、さようなら。はい、さようなら。さようなら。長い時間、長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。映画って本当素晴らしいものですね。はい、ありがとうございました。加瀬監督、手塚監督、ありがとうございました。